こんばんはこんばんはこんにちは、たかさん <laughs> こんにちは <laughs> どんさんなおきくんじいろおじいじいさんこんにちは コメントくれたら嬉しいです。あ、にわけんさん、昨日ぶりですね。今日も星ちゃんみたい。星なんだろう。<laughs> こんにちは。尚貴くんも初めてですね。 ありがとうございまたか東京さん推薦コメントありがとうございました。<laughs> にわけんさんも結構前だけどいっぱい書いてくれててあみ水ちいさんこんばんは。一番かわいい子ほんとですか <laughs> シェロさんこんばんは <laughs> MMBS さんこんばんは初めてコメントくるとかたかなこんばんは <laughs> いっぱい星ありがとうございます今日はいつもの五時からじゃなく七時からの ニオタンがゼロ番ゼロ番ってないや <laughs> あ、星いっぱいありがとうございます一番可愛い子ニオンタン説あるでしょそんなことないですよ ちょっとまたよそよそ、よそよそしい感じが <laughs>。あ、にわけんさん、星ありがとうございます。あ、つなさん、こんばんは。そうですね。もうこんばんはの時間帯ですね。<laughs> こんばんは。相、はい、変わらず。声が可愛い,い。 パグのプーさん、バグのプーさんかな、パグだよね。パグのプーさん。パグちゃん、こんばんは。ありがとうございます。うん。ああ、ありがとうございます。そうですね。マイペースに頑張りたいと思います。<laughs> そうだなえあそうですよ私昨日実は違う方のあのー、あれだったんですよ SKE の吸気栓の,のショールームちょっとお勉強しに違うところに行ってきたんですけど <laughs> チャロさんあチャロさんじゃない水ーさんちょっと見つけてちょっとショックでした実は。<laughs> チャロさん 今日は7時からだ,だけど学校いや学校じゃなくて実はそのタピオカハマってるって言ってたじゃないですかタピオカを飲みに行ってきましたね <laughs> それで配信が少し遅れてしまいましたすいませんタピオカを飲まないと気が済まない <laughs> 全国のお兄ちゃん向けての声台詞が欲しい お兄ちゃんにどんなん言うんやろえー、お兄ちゃんえー、お兄ちゃんお兄ちゃんに向けてのどんな前ゼリフがいいやろちょっと考えますねどんなんがあるかなあお兄ちゃん今週の土曜日一緒に映画見に行こうや どうですかこんな感じでいいんかな <laughs> つなさんちょろちょろしてるのそうですよ、ちょろちょろしてたらバレますからねニオンは見てますよ <laughs> ニオンタンのライバル、偵察絶対薄やん私がライバルやろ、どうせ寄 <laughs> り道、ニオンタンそうです、寄り道タピオカね、1週間に2回ぐらい飲まないと死んじゃいそうなんですよ、実は 美味しかったですタピオカプーさんはじめましてプーさんはじめましてなのかパピオンさんはじめましてありがとうございあはじめましてじゃないやんパピオンさん何がはじめましてやん <laughs> ゼロさんまたまたこんばんはあこんばんはですねお兄ちゃん仕事してよとかう <laughs> んいっぱい いいねって映画行きたい嬉しいですねあ、恐竜戦車じゃん戦車じゃんって <laughs> 映画映画いいですねニオンタに監視とされたい乗 <laughs> り突っ込みます本当ですかすごい記憶力そうですニオンむっちゃどうでもいいことほんまに覚えられるんですよねだからそういうの本当にどうでもいいことじゃないから覚えれるのかな ちょっとそういうのほんとに覚えるタイプなんですぐ分かりますよすぐバレますからね <laughs> 本当ほんとに DD 多すぎませんちょっとほんとにつらいんですけど実は最近ちょっと落ち込,ん落ち込むことあって DDDD つ DD らいんですけどつらいよー <laughs> 注意きた <laughs> ほ、ね <laughs> ね、んとにねえんこっそり偵察いやバレますからバレますよ水 T <laughs> さん水 T さんち,ちなみにちなみに結構見つけました実は <laughs> お叱りタイムそうですね今日の「ハッシュタグえ ハッシュタグって毎日変えるんですか毎日変えるのかなどうなんやろどうなんやろ毎日ハッシュタグってみんな変えてんのかなハッシュタグ作ってもさ作ってもさって作った方がいいんかねやっぱ <laughs> うわっ 結構ショックなことにランキングが31位あったのが33位まで落ちちゃってますつらいあいいですね DD 禁止条例しようかなあーなるほど宣伝でそうです宣伝してくださいあくまさんありがとうございますたかさん高東京 一位の方今日はちかさんって方ですね <laughs> 初めてかな多分初めてですよねあ恐竜戦手さんカウントありがとうございます結構そうですみずちゃん結構見つかってるそうですよ私そういうの探るの得意なんでとかって <laughs> 怖すぎませんいやなんか昨日たまたま見た時に あみんなやっぱ紹介文書いてもらってんのかなと思ってみたらあやっぱ書いてもらってんねんなと思ったらああれと思って水ちーさんあれと思ってうわ浮気してると思ってつらかったですね <laughs> そうですよ本当にここに DD はいませんむっちゃいててまますすよニオンの配信に DD ししかおらん説浮上してますね D.D. とは何な,な,なんですか。<laughs> D.D. とは何ですか。私が逆に聞きたいですよ本当に。ビゴエワク順位はまだ順位はまだ心配するの本当ですか。浮気、ほんまに浮気したらあかんで。ザワザワさんありがとうございます。こんばんは。初コメカメが可愛いカメのやつは珍しいですね可愛い,い。 めっちゃ星投げてくれてる。Why にも本当、つなさん本当ですか？本当に、もうあれですからね。あうちさん証拠残しちゃダメよ。わかりました。証拠本当にわかりましたじゃないよ。証拠残したらバレますからね本当に。あうちの初コメありがとうございます。多分初コメ。 あ、ツナさん、ありがとうございます <laughs> 自分は ND ですよ本当ですかほんまに <laughs> ニオンたの少し呆れるセリフが好きえー、少し呆れ…少しじゃないやん呆れるセリフが好き <laughs> 叱られたい叱りませんあえて叱りません 軽く自己紹介していただけると助かりますはいエントリーナンバー24番ニックネームはニオンタンと呼んでください、えっと、年齢が17歳高校3年生でえっ、ー、とー京都府出身ですねで特技があれです早口言葉で「炙りカルビ炙りカルビ炙りカルビ」はいどうですか <laughs> 付け足しましたあ くまのぬいぐるみ、ありがとうございます。た <laughs> かさん。妹が可愛い,い。が抜けてる。抜けてる妹が可愛いが抜けてる。妹が可愛い,い。が抜けてる。妹が可愛い,いが抜けてる?いい。るああ、妹が好きみたいな。アブリカルビそうです。特技に入れようと思って。 りっちゃんさんありがとうございますお母さんお母さんほにゃららで褒めて伸びるタイプそうですね褒めて伸びるタイプです妹で釣る <laughs> 妹で釣ってませんよああ全然ですよあれにしますね 大人好きやロリな人もういるからねやっほー昨日ぶりエビフリアさん昨日ぶりですねこんばんは早口が言葉違うやつ違うやつ何が難しいですかねなんかなんやろう何があるかな違う早口言葉 <laughs> 何があるかな 子供を伸ばす。伸ばす。には褒めるが一番。そうですよ。皆さん褒めてください。子供じゃないけど、褒めてください。<laughs> マスオさん、ひとりセゾン。木焼坂のファンの方かな。はじめまして。こんばんは。あ、クマさんいっぱいありがとうございます。あ、マサチューセッツ州。あ、言えるかな。マサチューセッツ州、マサチューセッツ州、マサチューセッツ州。どうですか手くないですか

室中室中ほにゃ星星がりっちゃんさんの読めないですねわかんない <laughs> 作業が弱い確かに作業が弱い気がするチャロさん一車路線え一車一車線二車線三車線ああ言いにくいわ <laughs> 一車線二車線三車線一車線二車線三車線はアンドロメダアンドロメダ座 アンドロメダザだぞえ言いにくいどうしようどうしようアンドロメダアンドロメダザだぞあれあわたるさんこんばんはあしさんはじめましてかなこんばんはわたるさんもあれですよね保険じゃない方ですね でこれ出さってた手術手術室手術中あ手術室手術中手術室,手術,室手術中あ割とやってる気がするんだけどなあくまさんありがとうございます赤カピバラ青カピバラあきカピバラうわ言いにくい <laughs> うわ赤ポ赤カピバラ青カピバラきカピバラきカピバラが言いにくいですね。 難しい <laughs>。まあ、くまさん、いっぱいありがとうございます、とかさん。高東京、とかさん。たかさんが二人いてるんですよね、実は。くまさんくれるから、くまさんって呼ぼう。高東京さん。くまさん。美術室で手術中。美術室で手術中。うわ、言いにくい。 青パジャマ、黄パジャマ、ジャマ。<laughs> 青パジャマ、黄パジャマ、赤パジャマって入れるつもりだったのかな。早口言葉大会。本当、本当に早口言葉大会になってますね。パジャマ。赤東京。赤、東京。特許、局、局長。 東京特許許可局許可局許可局長言いにくだめ <laughs> だな。これ東京特許許可局長 <laughs>。微妙ですね。ちょっと早口言葉下手くそだな。キャリーパミューパミューそれは言えるんですよ。なんか、なんかみんなちょっと練習したらやっぱ言えるようになりますね。 キャリーパミュパミュ、キャリーパミュパミュ、キャリーパミュパミュ。これ中三の時に練習すごいしました。キャリーパミュパミュ。なんで、キャリーパミュパミュは言えます。ああ、それも言える気がする。ブラジラ、ブラジル人のミラクルビラ配り。ブラジル人のミラクルビラ配り。ブラジル人のミラクルビラ配り。おお、どうですか。ちょっと上手くない。 うまい気がしますなんか悔しい <laughs> キャリーパミュパミュはドラえもんの道具を出すようにあキャリーパミュパミュですよねやりましたそれアナウンサーレベルは嬉しいですねあハートありがとうございますいっぱいコマさんあこのさお人形とかって残ってるんですねそこにかわいいコマさんがいっぱい残ってるかわいい なるほどなくマちゃんの人形かわいい嬉しいありがとうございます花束がなくなっているのは時間が経つことになくなっちゃうのかな面白い面白いですか今日も聴力がどんどん上がっていきます聴力って何なんですか <laughs> 何なんですか <laughs> 逆ににに質問本当に声が最高にいい ありがとうございます。わハートいっぱいありがとうございます。高東京さん。いっぱいある。ハート、ハート、ハート、ハート。ハート。かわいい。<laughs> 楽しくて他に行きづらい。そうですよ。DD これ禁止やから。DD 禁止令って。出さないとダメやな。ハッシュタグ。 ハッシュタグなんて出そうハッシュタグにおたんは d d a そうですにょんたなし。本当ですか嬉しい指フレアさん昨日覚えたリリーそうです昨日覚えたばっかの dd <laughs> DD 何がいいと思いますかハッシュタグツナさんほ知ったら他にいけなくなる嬉しいですね <laughs> いっぱい星ありがとうございますニオンタンは DD 嫌い嫌いとか使ったらあかん気がするでもでも DDDD DD ニオンタンは DD ダメニオンタンは DD 何がいいやろ 丹はニオンタンは DD 何が何か提案ありませんかハッシュタグ提案してくださいニオンタンは<笑><笑><笑> ニオンタンはりり何にしようかな何がいいやろ何がいいかなニオンタンはそやなニオンタンはねえー、何がいいかなニオンタンん,ん あむっちゃいいですねあそれいいですね顔も最初は後ろ姿で徐々にこっち向く写真にしたらいいかも怖すぎません <laughs> あその2音あいいですね髪押しにしようかなあっ2音短か髪押し ニオンタン神吉,吉部屋にしようかなこれにしようこれがいいなわざわざわさんの星のやつがすごいブワーってのってた今ほらほらすごいすごい星がブワーってのってんのあれどうやってやるんやろこれにしますニオンタン神吉部屋 これできてるかなできてそう。ざわざわさん、星いっぱいありがとうございます。怖い映画あジャン・マッサーさん、カウントありがとうございます。ええー、神吉し。怖あ違うわ、怖い映画の話やった。怖い映画、どうやろう。見るっちゃ、見るけど。 ビビってあんまり見ないタイプですね。なんかこっそり見るタイプかな。ちょっと気になるからちょっとなんか指の間からこっそり見るタイプです。あおやつありがとうございますモンブラン。たかさん。何 <laughs> て言おうって言ってたんだっけ。お化け屋敷入れますかああ入,入れないタイプですね。まだ入ったことないかもしれない。 なんかユニバのノ入るんだったらあれかもしれないざわざわさんカウントありがとうございますえ好きな映画好きな映画とか言ったら切れないんですけど大丈夫ですかね <laughs> 好きな映画はとりあえずハリー・ポッターが好きでしょあとティム・バートン作品がすごい好きなのとあハリー・ポッターめっちゃ好きそうですティム・バートンが好きだし あとディズニーのマーベル作品とかプリンセスシリーズは基本見てますねあと何が面白かっただろうあプーさんとか面白かったですプーさんと大人になった僕みたいなやつの名前でも映画はかなり見ますねしょっちゅう見に行きます <laughs> 乙女かいっぱいコメント来てますねハリー・ポッター見ますお化け屋敷で ワイヤー縦にしても縦どころじゃなくなりますよあのあれになりますねあのー、お化け屋敷入ったら多分もう怖すぎて縦どころじゃないと思います本当にもうなんか逆ギレし,しちゃうタイプですえほんまに怖いからやめてみたいな <laughs> タイプですね子供かえー、嘘マーベルアイアンマン いや、私はドクター・ストレンジが好きです。マーベル作品の中だと。あと、あの、あの、スパイダーマンいいですよね。ピーター。無 <laughs> 茶に僕と似てる。本当ですか面白いですよね。映画見ると寝ちゃうタイプ。えまあでも、おもんないやつって言ったら失礼やけど、わかりますね。それは確かに。ちょっと思んないやつは、 寝ちゃおうかもしれない <laughs> マーベル大好きえマーベル本当についこの間まで高校3年生になってから知ったやつなんですけど本当に面白くてハマりますねあれはあっさんありがとうございます逆ギレ日本単に逆ギレ <laughs> マーベル作品あやっぱマーベル作品とか人気なんですね センス素晴らしいあブラックパンサー」見ました面白かったですよねなんか話のストーリーがあの映画館で見れてなくてその時ブラックパンサーそのレンタルして見たんですけどあ、面白かったですやっぱりなんか変なそのちょっとストーリー設定が面白かったからいいなってなんかしかも真の悪役みたいなのいてなくてあれ なんかこう和解し合うんですよね最後それで最新作のあのインフィニティウォーってやつで <laughs> インフィニティウォーってやつでこう一緒に一丸となって戦うんですけどそういうこう実は悪役いてないみたいなのも面白かったりしますよねそうマーベル作品確かにありがちかもしれないそうかなり見てますねあと マイティーソーとかも意外とそうですよね。実は弟いいやつやったみたいな。あ、わたるさん。声が落ち着く。ありがとうございます。いや、なんかちょっと、本当に、どうしたらいいですか ?DD ダメすぎも、私 DD ほんまに。ちょっと、あかんわ、ちょっと嫉妬しますね、やっぱ。意外とちゃんとその、他のひ、なんか、方の、 あれです他の方のショールームとか見た時に推薦コメントみたいなんとか見たらあれと思ってちょっとるさん書いてあったんちょっと見てしまったんですけど <laughs> とそれね嫉妬ですね覚えてますよちなみにコメントくれる方とかそうですよそれぞれのキャラでファンがいますからああそうですね確かに。 なんかこう私、ドクター・ストレンジの話が一番好きなんですけどやっぱよくないですか、こう結構最初、裕福やってねやのに、それやのにこう失ってしまってってやつが自分で努力して頑張る話は好きですね、すごい。<laughs> 感動させられますあの女の師匠が亡くなる瞬間が好きですね、私は。 その殺されてしまってもう私が行く時かもしれませんみたいなで時の流れというものの大切さを感じますねあれに関しては <laughs> あれは気の迷いで気の迷い気の迷いなんですか <laughs> 気の迷いほんまによく浮気者が言うセリフですよそれ推薦コメント記憶に 記録に残るかから絶対書かないそうですよまたもう一人一人見て回ろうかな基本コメントこれてたり13位の中に入ってこれてる人やったりちょっと認知してる人は分かります見て「あこの人」と思って私の配信よく見に来てくれる人やんとか思ってたりしますね「ドクター・ストレンジ」とは渋いチョイス 確かに渋いんかなでも確かにあんまり好きっていう人聞かないかもしれない <laughs> あっクちゃんありがとうございますくまさんって呼ぶ自分にかぶるキャラを見つけると楽しく見れるあ確かにそれそれありますねドキドキパトロールするタイプ確かにパトロールするタイプですね <laughs> ニオンタン巡回中 <laughs> 初見ですクラムボンさんああれやんあれやんあれやんヤクラぎこちゃんっていうの。てんて読むか分からへんけどエンドウェブビ B の子じゃないですかむっちゃふーちゃんみたいな感じ呼ばれてる子じゃない違うかな <laughs> 日やわせ本当に日やわせ日やわせ書か,かないようにしてください DD やめてくださいね <laughs> 監視系女子せんな監視系女子でやっていこうせんなふーちゃんでやってますよねふーちゃんかわいい色白ですごい好きです。 みるるん大好きさんはじめましてーあみるるん可愛いですよねなんか何やったっけ家族で喋ってたんですけど NMB の番組が夜にやってる「NMB と学ぶくんかな?」が面白いとか言ってみるるんが何やったっけな何か食べてコメントその一日のおバカを決めるので コメント言うみたいなんで「プルル」あミルルン」るるんじゃなくて「プルルン」って言ってて「可愛いなと思った」とか言ってはってあ「確かに可愛いなと思いました」「ミルルン」いいですよねミルルン。るるん <laughs> ニヨンタンは昨日より今日,今日より明日とだんだん好きになってくるわそうですよもう私からねもう私以外の子幼いぐらい 頑張りますあふうみる最高ですよね私も写真名前が保存してますアイドルのフォルダが多いなやっぱり可愛 <laughs> い,いですニオンたんと観察したい偵察かな <laughs> <laughs> なんやそりゃまさんありがとうございますくまさんくまさんありがとうございますじゃあくまさんもらったら くまさんくまさんありがとうございます <laughs> お顔もこの好みだといいな実はですねただいまみかんを食べております 美味しいみかん <laughs> 食べていいんかなみかんおいしい <laughs> 好きな曲ですかあそっか NMB ファンの方やったら昨日とかほんまやん 昨日とかはあれ歌ってましたジッパーとか歌ってましたねジッパーとかミルキー系の歌が好きですね今日もスクショあミエビフレアさんそうですねこんなあまあ可愛い,い女の子の画像が写ってるのでぜひスクショしてあげてください <laughs> みかん食べましょうあみかん甘いんですか今年いっぱいあれですね 買いますねどうでもいい情報うわヌーさんひど最低やん最低やんミルキーに声が似てるね本当ですか嬉しいそれは素直に嬉しいですねミルキーミルキー結構かなり結構どころじゃないかなり好きです顔なし配信の特権ひどいほんまにあっそういうことですねあの食べ物食べていいっていう特権 <laughs> 山本くん遅刻厳禁ですよあ、聞いてください今日もあれなんですよちゃんと七時ぴったしにした皆さん気づきましたかちゃんと時計見てあ、五秒前やと思った時から配信してるんですよポッとしたらちょうどいいぐらいに <laughs> あ、そうですよ <laughs> チャロさん、タカさん名前変わってるよくお気づきで さすがですねくまさんくまさんに帰ったんですよニックネームくまさん採点いただきましたありがとうございますやめてくださいね採点 <laughs> も言わんようにしよう <laughs> 遅刻したら現金くれるのなんなわけあるか逆に私が徴収しますねうんえー 先に来てる花のねみんなが遅刻そうですねそうなんですよね遅れてごめんね <laughs> 許しません許すわけないだろでも実はそうなんですよ時差ありますよねしばらくなんか20秒ぐらいは0って書いてあるからなんかその時は無言で無言ですね 一番乗りなので分かってた一番乗りあーそういうことですねあタカさん本当に一番乗りでしたねカツアゲカツアゲするぞ <laughs> 怖っ今日もリラックスにわけんさんそうやな今日もリラックスできてるかなまあでもみかん食べてくれるから食べてくれるからちゃうかみかん食べてるからまだリラックスしてんのかな <laughs> スなさんお叱りがゾクゾクするやめてくださいもう叱りませんねみんなのこと <laughs> クラムボンさん声かわいいなあ関西人やなこのかわいいなっていうあたり関西人ですねクラムボンさんはミルルン大好きさんフォローしました大阪近いってよくユニバン行きますうんどうだろう 大阪近辺の高校生はみんな年パス持ってるイメージどうなんですかね分かんないですね <laughs> 俺は優しくされたい優しく優しく DD やめてくれたら優しくしますねあぷププじさん <laughs> 久しぶりです久しぶりなのかなでもも前回もいつか コメントしててくれてた気がする <laughs> こんばんはえっ沖縄やのに関西弁みたいなしゃべり方じゃないですかうわピーマンさんこんばんはちょっと11番推しって書いてあるんですけどこれって DD ですかね本当 <laughs> <laughs> にもうダメやわー京都は平っ端近いえ平っ端近 可愛いんですかヒラッパー行ったことない気がするヒラッパーどこなんやろ広島ヒラッパーって言うから広島かなあんまりわかりません私 <laughs> ヒラッパーって広島ですかワイは押しにも優しい人で定評でありますえほんまにデーデーじゃないただか若くて可愛いい女の子が好きそれをデーデーって言うねん ニオン,タン昨日あだよねコメントくれてたからププジジさん覚えてますよクラムボンさん一時期住んでたえっあそれでかちょっと住んだだけでそんな関西弁になるんですね沖縄いいな DD 本当に DD 自称するとは強者ですねなかなかの強者ですねもう にオンタンが一番って間違ってた？え合ってますよ。あ、二つ書いとくかな。なんかあれなんですね。に <laughs> オンタンが一番。にオンタンが一番に変えようじゃん。にオンタンが一番気に入ってたから。にオンタンが一番。よしこんな感じですかね。山本くん正解ですよ。覚えてくれ。 覚えてくれてるからもうちょっと遅刻したこと許してあげるよ <laughs> えっタカさん29位に上がってますかえ嬉しいほんまやん28位になっまで4544ポイントって書いてあるうわう嬉しいありがとうございますちょっと待ってくださいね長島スパーランドあ長スパ行きましたね夏に行きましたこ今年の ヒラパーはほぼ京都の大阪やでえっ広島じゃないの <laughs> 広島じゃないのねえー、今ままでずっと広島やと思ってたひらぱあひらぱあほんまに行ったことないんですよね記憶にない <laughs> えーっと阪急、阪急で一本なんですか,開か 大阪に平方っているんですねクラムボンさんだってみんな可愛いんだもんダメですよそんな DD 発言したらニオ <laughs> ンタも1番で拡散「蛍さんありがとうございます拡散してくださいね」D 実は D 隠し DD のるさんニオ <laughs> ンタも王で受けてだんだんこじらせてきた何なのこじらせてきたって。 ほんまにこじらせてます。<laughs> ありがとうマイエンジェル。マイエンジェル。まあそうですね。DD じゃなかったらマイエンジェルになってあげましょう。<laughs> ありがとう。2番はいてもいいんですか。2番いてたらダメに決まってるでしょう。もう24がオンリーワンですよ。<laughs> コメントしてたけど覚え。 出てるえそんないやでも覚えませんなんかそういうのすごい私覚えれるタイプですねコメントしてくれたら認知できますあとこうたまに上の方で星とかカウントしてくれてる方もちょっと覚えますねあくまさんくまさんありがとうございます <laughs> かわいいクさんくまさん,まさんありがとうございます水ーさんうわ 偵察したやってちょっとみんな聞いた偵察したやってそんな出れられたら推し推しさ何やろ変えるわけにはいかなくなるかな水ちーさんよく見かけるえちょっと待ってちょっと待ってうわもうあかんわちょっと2ンちょっとしばらく落ち込みますね <laughs> <laughs> ほんまに顔出しなくても手元だけ配信とかしてほしい <laughs> わっダコティアンさんああれや言いにくいって言ってた方やなダコティアンさんえー、カ,ウメカウントありがとうございます気づかなかったまた来ます絶対来てくださいね浮気は現金ですよ 優しく怒ってきたいいキャラしてる本当これいいキャラなんかな水、ちょっとみずちぃさんのことは信用できないんですけどどうしよう <laughs> ニオンたはみんなで盛り上げたらすごく伸びそうなタイプ本当ですかあなぎちゃん声がなぎちゃんなぎちゃんって誰やったっけあーなぎちゃんわかんのになぎちゃんが出てこうへん 欲しもらいに行くぐらいまあ私のためにしてくれることやったら許そうかな <laughs> あれあふーちゃんかこれうわほんまやよくよく言われたらそれやよく見かけてる人も DD 説ありますよねそういうことやそういうことやうわもうつらいーちゃんかあれ 渋谷ぎさちゃんぎさちゃんふーちゃんぎさちゃん,ちゃん分からへんけど顔見たら分かります NMB のとは基本は <laughs> ほんまにちょっとイオンの配信 DD 多すぎて心配ああはい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 、はい、分かります分かりますあれですよね あの姉妹でやってた子あわかりますお姉ちゃんは卒業しちゃったんですよねむっちゃおめめくりくりな子ですよねお姉ちゃんがレイちゃんって言うんですか <laughs> みかんが。 ミカの咀嚼音聞こえてんのかなもしかして恥ずかしいななんかどうにかしてレイちゃんあれ分からへんじゃんちょっと後で終わった後ちょっとスクショして調べてみますねやぶした楓の妹あっ城西姉妹かやんな あと違う姉妹かじゃあうわっシューって分からへんあお姉ちゃんがほにゃららシューちゃんだったんかなえどんなやったっけ NMB あちょっと待ってください気づいたら1000人突破してましたありがとうございますではせっかく NMB が。 クソなんやそそれ <laughs> お歌の時間そうですねクソガキシューちゃんってことなのかなそう歌を歌いたいと思いますせっかく NMB の好きな方が多いからじゃあせっかくチャロさんいてるからチャロさんにまたあれ出してもらわんといかんな <laughs> 何にしようかな お歌の時間ちょっと待ってくださいねみかんを一房食べたいと思いますみかん食べたらなんかのどおった <laughs> あじゃあざわざわさんカウントありがとうございます何がいいかなうじゃん1番がん なアーモンドクロワッサンとか全然知,知らなさすぎてあらしくない」歌えますよじゃあ1番が「らしくない」2番が「妄想ガールフレンド」3番が「ジッパー一応機能」歌ったんでえ同じやつ歌うのありですかどう思いますか なめくじハートにしようアーモンドクロワッサンちょっと聴いてみますねじゃあまたなるべくいろんな曲覚えれたらなと思ってたしじゃあもう一回言いますね1番がえっと何だったっけ1番が「優しくするよりもキスをして2番が妄想があるフレンド」 三番がなめくじハートです。ああありがとうございます。じゃあ投票開始します。ほいあ。ただたん。うん。パピオンさんカウントありがとうございます。あれ？なんやろ。あで出てますかちゃんと。出てるよな。多分大丈夫のはず。 どれぐらいやろまだ投げてるから肩がいるから50分なったら50分もいらんか <laughs> いい感じにああ確かにいい感じそうやなじゃあ49分なったら締め切ろうかなみかんがおいしい。 長いん、じゃ締め切りますん、三番が一番多かったじゃあなめくじハート歌いたいと思います <laughs> なめくじハートちょっと待ってくださいねなめくじハート あのミルキーの衣装とか本当にか,かわいい選抜じゃないですかあれってほんまにかわいいなと思いますねなみくじハートそもそも衣装もかわいいしもうんかでも黄色みかん食べ過ぎたら黄色になるよ気をつけます <laughs> 気をつけますねじゃあえっと1番の歌詞からサビまで歌いたいと思います

日向の葉っぱよりも湿った裏側がいい」「見つめあって話すより片思いがいい」「眩しすぎる君なんだ」「どれだけ好きでも無理さ」 ベイビーネガティブなめくじ好かれてないんじゃないかなベイビーなよなよなめくじ自分に自信ないどうでしたか <laughs> むっちゃこれ好きやったおーあくクマさんクマさんありがとうございます肌が黄ばむ <laughs> 恐竜センサーションセンサーションあ津ツさんありがとうございますやった良かったんかな今のでうまかった ?CD デビューまだですかあ浮気者の水ズチーさんがコメントした <laughs> 本当に嬉しいえ NMB 好きやった方からそうやってうまいとか言われると結構嬉しいんですけどあ ご褒美ありが…あ、演奏会のご褒美ありがとうございます発表会かな発表会の…お花束かなありがとうございます <laughs> またみかんを食べてますねみかんが美味しい、うんクラムボンさんありがとうございますうん、まやいっぱい星投げてくれてる やばいニオンタンには本店に来てほしい本店って何や何なんやろ本店水内さんソロコンの予定ありますそうですね <laughs> そうですねんうーんソロコンいつしようかな <laughs> <laughs> ほんまに ソロコンいいですよねミルキーのソロコンいやクリスマスのやつむっちゃ行きたかったんですけどもうそうなんですよね行く友達おらんくてもう辛くてでも行きたかったんですよミルキーのファンになったのがもうミルキー卒業してからやってすごいなんかあれでしたミルキーに会えへんと思ってでもミルキーほんまにもう顔も好みやし喋り方とか お笑いのセンスもほんまにすごい好きですねミルキーちゃん渡辺美紀さん <laughs> みかんで喉を,を潤すニオンタンみかんでもほんとにえ多分ほんま風邪ひいた時とかみかん食べんのいいかもしれへん AKB あっなるほどね NMB に欲しいうれしいありがとうございますありがとうございますあ本店あ 人みたいな感じかなえいいな犬人とかすごいすごいいいですね <laughs> AKB やる機会 <laughs> 食べながら歌うえ難しくないですか <laughs> うんとリフレインさんあはじめましてアボカドみたいなのがかわいいコメントはじめましてかなメルキーの声に似てる めっちゃ褒め言葉なんですごい嬉しいです AKB に欲しいえ本ほんとに嬉しいほんまに嬉しいですねありがとうございます <laughs> 山田奈々ちゃんに似てるえ昨日もコメントでもらっもらった山田奈々ちゃんに似てるって嬉しいピーマンさんあれやん浮気も浮気 DD ってことをも,うもう名前からしニックネームからしてすごいわかるほんまにあかんわ ここをニオンタン押しに返させるぐらいニオンは頑張りますね <laughs>。そう DD には敏感ってことかなあ、ニオンタンと SKE を混ぜるだけであっという間にアイドルの出来上がり、あれだよね。えっと、みゆきとミルクを混ぜ、あ、あれやんな。みゆきとミルクを混ぜるだけ。 あっとい浮気には敏感かほんまに浮気には敏感ですからニオン <laughs> ほんまに浮気者でごめんなさいほんまにあかんわもうクラムボンさんも DD っても書いてあるからなもうほんまにあもうツナさんのそれむっちゃいい「混ぜるな危険」<laughs> 面白すぎひん混ぜるな危険やった そうですねその意気込みキャッチフレーズえキャッチフレーズ欲しい可愛いえでもちょっと早すぎません可愛 <laughs> い,いけどあじゃあキャッチフレーズ作りたいなニオンでのキャッチフレーズを作りたいですねすごいミルキー知ってるそうミルキーむっちゃほんまに好きなんですよねほんまに好きミルキー可愛い,いしなんか完璧じゃないですかなんか ななんなんねる,る,るねるねるねるちゃんが好きってことかな長浜長浜ねるちゃんなんだろうニオンタに怒られると DD でいるのが恥ずかしくなる <laughs> もっと怒ろう <laughs> もっと怒りますね怒ったらこれ治るってことやろだって <laughs> じゃあちょっと怒らへんとあかんやんこれは怒らずにはいられない そういうことですよねきっとぱぱぱぱぱん私は DD を誇りにも思っている誇り DD に誇りを持っているうわうわもうしばらくクラムボンさん無視しようすねよすね <laughs> ますねしばらくちな <laughs> さん治療してください しゃーんしょうがないなお注射しますよツナさん <laughs> ああれやあれしたいお薬ツナさんお薬の時間ですよ叱られた衣製ぞろい,いほんまに直してください直しますねもうでっかいでっかいもう注射でもぐさってさしてむっちゃ痛い薬入れようかなもう <laughs> みんなド M やなほんまにみんなド M 怒られたいみんなほんまにみんなド M ですよねあ怒られたいから DD になる,なるってことかな <laughs> まあそうですねミョンタウンウイルスにかかりたいもう多分今私の配信を多分もうこれで5回目ってこと 5回目5回全部見てくれてる方はもう多分ニオンタウウイルスにかかってますねズッキュンあなたのハートにズッキュン山本くん俺は M ちゃうわよヌー <laughs> さん自分で入れじゃないから大丈夫やさすがヌーさんさすが私の ニオンの好きなカエルの着ぐるみ着てるだけはありますねニオンカエル好きなんですよねアマガエル触れますウシガエルもちなみに小学校の時触りました <laughs> モテますねぷにぷにしてた可愛いい5回全部見てたおお山本くんそれはニオンウイルスにかかってますねミズチーさんちょっと待ってくださいえでも一応5回見てるんや <laughs> 5回見てくれてるんですね すでにかかってるのバレてるね。にまけんさん。ああ、さすが。麦坂ざかファン。麦坂 <laughs> 5回目だった。えちょっと待って。クラムボンさんめっちゃ嬉しい。クラムボンさんありがとう。嬉しい。そういうの好きですよ。そういうの好きです。クラムボンさん好きですよ。<laughs> 自分は初日以外見てるかな。あ そっかそっか初日で知らん方もいらっしゃいますよねそらでもちょっとツナさんちょっと DD 説浮上してるからニオンタウンウイルスにはかかってないんで大丈夫です <laughs> まだ2回目だからギリギリかかってるえー2回目ほんまにカエル大丈夫なんですよカエルめっちゃ好きかわいくないですかクマさんクマさんありがとうございます クマさんくまさんありがとうマジか知らなかったあさすがに私もセミは触れないです単純な人やな <laughs> そうですよニオン意外と単純ですから扱いやすい <laughs> ニオンタフ単ウイルスにかかってたらしい2音単ウイルスにかそうですね Y は単音し合 だようわうーわその子の前ではやってカッコの中いらんカッコの中いらん <laughs> 今回の「王でレベルが高いえほんまに可愛い子めっちゃ多いですよねほんまに可愛いニオンタンズンなんや山本君何それニオンタンズン弾かれた弾いてるとかじゃないですもう知らんって 水千里さんもあかんわ水千里さんもあかんわほんまに括弧の中が重要説括弧の中重要じゃないわいりませんニおんたも可愛いよ知らんけど知らんけどですねまあ想像に錦織慶の歯茎を持った感じですね 錦経営の歯茎を持った女の子って感じです <laughs> 8番のチコちゃんかわいいほんまに ?8 番の子まだ見れてないわみたいですねチコちゃん私があのー、あれなんですよ押してる押 <laughs> してるとか言っていいんかなあのー、すごい顔がお好みな方が そのオーディションの二次審査の時にいててたまたまその子のリュックのカバンのチャックが開いててすごいあ「あこれ喋りかけるチャンスや」と思って「すいませんチャック開いてますよ」って言ってこっち向いたら「あっ!」ってむっちゃ可愛かったです5番の方かな <laughs> すごい可愛くて「わか可愛いい」と思ってなんかその説明受けてる時も後ろ,後ろ姿むっちゃ可愛くて「可愛い」ってなってました。 それぞれ出会いがあるからな。そうなんですね。あ、今日顔出しした。なるほどな。あの顔出ししてないっていうのでってことか。ふん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 。ええ、二タン押しってことですね。そういうことですね。クラゲさん。あ、クラゲさん、あれですよ。毎回来てくれてますよね。気を。なんかいろいろ見てたら。毎回来てくれてるって。 ニオタン元気出してい出ないですね元気 <laughs> みんながディディやめてくれへんからグッキー実は好きえチコちゃん可愛いもうあかんわつらいほんまにん俺もチャック開けて待ち歩こう <laughs> なんかそれいろいろやばい意味に聞こえますち,ちなみに <laughs> <laughs> チコちゃん小松菜菜え 小松菜奈めっちゃニオン好きなんですけど、学生時代のやつ見たことありますか？めっちゃ可愛いんですよ。オーラ半端ないと思います多分。五番の方。えもうなんか確かになんかディディン嫌やけど、あれなんですよ。あれなんですよね。確かに五番のこ方はちょっと見てほしい。 あ、ミヨンタの顔出しはいいっす。どういうことどういう意味として捉えればいいですかア O <laughs> で見に来る人なんて DD しかいてない。えー、つらい。えー、8番もチェックやって。つら。ほんまやん。チコちゃんが。8番とは案外単音詞少ないと思う。案外どころじゃないですよ、多分。 もう多分全員単押しじゃなくて DD ですよほんまに真剣に DD しかおらんもんだって <laughs> ほんまにあれやわなんでやろうな <laughs> おかしいわうんだってガチで単押しの人が O で見に来ると思う,うわっ結構なんかあれやねんけどどうしたらいい 傷ついた山本く傷つきました <laughs> 悲しいすみません <laughs> ほんまに謝って済むもんじゃないんですけどどうしますごめんで、ね、済んだな警察いらんでリアルに推し探してキウキ見てる人えー,ーゾワゾワさんそうなんですねうんーニオンの推しになりましょう <laughs> なれるかわからんけど押してくださいすみませんほんまにすみませんじゃありませんヘラヘラしてんのがもうまずフフ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  確かに8個ああなるほどね8個でチコちゃんへえちゃんと2四単を押すよほんとにほんまに押してくれんのかな大丈夫 <laughs> <laughs> 押しが卒業あそうなんですねうん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  ははははいその「は」の3つは何ですか返事は「はい」ですよ <laughs> 合格してほしい嬉しいです現行犯ほんまに DD を現行犯逮捕で逮捕するガチャほ<ー>いあっ <laughs> 現行犯握手会で逮捕されそうほんまに。 逮捕しますよ8番ちゃんは自分は大丈夫すほんまにほんまですか合格してほしい嬉しいありがとうございますあー推し卒業してもずっと推しまあでも確かに分から分からんわかる気もするなんか私もミルキーとか多分なーちゃんとかが卒業しても好きなのは変わらんしなんか インスタグラムとかテレビとかでこう活躍してくれたらあ頑張ってるんやあすごいなってあ嬉しいなっていう気持ちには確かになりますねはいまあ分からんくもないまあでもクラムボーちゃんにしてはちょっとニオンタン推しにしようか考えちゃってしてくれてるのでもうまず好きですねありがとうございます <laughs> ニオンタン大型ですか大型ですよなんで分かったんですか んンンがいるんでほんまに今後不慶さんのコスプレするんですねいやまだなんか警察のやつ警察のコスプレなんか今年ハロウィンのコスプレむっちゃしたんですけどあれなんですよそうなんですよねでも警察はしてないですね錦織の歯茎に興味があるほんまに <laughs> なんか辛い歯茎に興味あるでもなんか多分戸田恵梨香さんもちょっと歯茎笑い方とかそうですねなんか笑ったらこう歯茎が見える感じが多分そこら辺が似てるのかなずっと「ニオンタンたン押しや」で「真顔ほんまにほんまですか?」「SKE の推しは結婚やセクシー系」 あれかなあのー、セクシー系わかる気がする。かわいい、愛いめっちゃかわいい子ですよね、多分名前言ったらいいのかわからへんから言わへんけど。むっちゃ、私もちなみに、インスタグラムかわいいなと思ってました。見てました。指原さんの名言もあるじゃないですか。え何の名言何の名言やろ。大型っぽい。ほんまに大型とか。 真似しんといてこっちがマネしやんといてやし「<laughs> 大型の子押したい」「大型の子じゃない」「ン音単」を押したんやで自分は B え B 型めっちゃ珍しいですよねなんか B 型の性格の方は B が違うわ B 型の方は B 型の方としか分かり合えへん何かがあるらしい <laughs> 歯茎ボーン歯茎フェチやで。 疑り深い。ほんまにひどい。歯茎キボーンってなんなん？<laughs> 歯茎キボーン。疑り深い。NMB 好きやけど最初に好きなあ。松井玲奈ちゃんレアかも。松井玲奈ちゃんほんまに可愛いですよね。玲奈ちゃん。松井玲奈ちゃんなんかあれじゃないですか。あのー、乃木坂も兼任してたじゃないですか。あれで。 あーすごいいい可愛いなと思いましたね好きになったのはそれが理由かも SKE での推しは松井玲奈ちゃんですちなみにお母さんが推してるのは松井樹里奈ちゃんでしたかね確か多分その子だともう身がつく子何な実あそういうことかそういうことやなあしずくさん 仕事終わったので来れましたありがとうございますカノンさん初コメかなありがとうございます NMB N M N 大好き可愛 <laughs> い,いですよね NMB 本当に顔の偏差値がすごい高いと思うミヨンたんがかまってるくれる限り押しています構わへんかても押していてください <laughs> B 型やえちょっと待ってクラムボンさんあかんわ 知らんもうはしばらくコメント読まないです <laughs> 推しは変えるのではなく増やすものまあパピヨンさんもあかんほんまに DD 多すぎはああかんわ大型の女性は甘やかしてくれるからないやニオンはあや甘やかさないですよニオンが甘えたい派ですねちなみに何時まで配信 今日は今はとりあえず何時まで配信しようかな ?8 時かな ?8 時まで配信。え今何時今8時やん。とりあえず8時半までしたいと思います。んジュリレナ好きだった。あコメント読まへんの忘れてたわ。 構われなくても押しでいてとかため息かわいい <laughs> 甘えていいんやでありがとうございます違うでコメントの,あのニックネームの欄がさやっぱりーちゃん押しはやめられないやってほんまにそらなコメントも読みたくなくなりますよね過ぎてるやん すぎてるやんすぎてるそうすぎてるやんほんまにすぎてる誰よりも大好きああくラげさんいいこと言う10番ちゃんと同い年なんだね17歳そうですねオンは17歳ですねあれやあ違うかった17歳17あ今2222 22やあ 2000人気づいたらこうやってたえ1時間で2000人めっちゃ嬉しいイエーイ10番ちゃんロリそうなんああそうです1月3日歌タイムそうです歌タイム1個うニオンタン1個下だったえクラムボンさんってことは18歳 大学1回生ってことですかね。それかお仕事されてる方かな。お歌の時間だ。遅い時間。歌。歌何歌おでもやっぱ今ほんまに NMB オタクの方が、NMB オタが、JK え、え女子高生女子高生なんですか、クラムボンさん。うそってことはあれやん。 イオンと同いい年じゃないですか普通に同期っていうのかなえ何、ー、なん,なんええー、って衝撃あそういうことなえほんまに衝撃なんですけどクラムボンさんクラムボンちゃんって呼ぼう <laughs> ほんまに衝撃やんな衝撃でしかないもんニオンも今面白いですね面白いほんまに え山本くん。うわさすがやんニオンってしてくれてるクラムボン単押しです。ありがとうございます。ほんまに。ほんまに。最高やな。最高ですね。山本くん好きやで。<laughs> 好きやでーやって。単押し来た。ほんまに。 で、JK のにほんまに驚いてるびっくりしかも毎年嬉しいですねそれこんなコメントくれて <laughs> コメント確かに思わんかった関西人かなしかも関西人じゃないやん沖縄か沖縄って言ってましたよねクラムボンさん ちょっとお歌を歌いましょうその前にちょっとクラム・ボンさんの話めっちゃ気になるけど <laughs> 何何がいいですかリクエストリクエストお願いしますどんなんがいいかな生まれは愛知なるほどなうん自分は真剣にニオンタンの前では他の子の と話したりしないようにします。いや違うで、ニオンタンの前だけではない。ちなみにな、みんなの前でも、もうニオンタンの話しかしたらダメ。ま <laughs> たタイム。生まれは愛知。ああ僕らのユリイカな。なんか歌えなかもないんですけど、寂しか知らないですね。僕らのユリイカですよね。ああコメント。 あ、今思ったら確かにそんな感じするユうジさん小鳥ちゃんやな初見です初めましてこんばんは徹底してるのねしまれなって何なんしまれなしまれなよしじゃあちょっとお歌を決めよお歌を決めましょう何がいいかな なんかでもさっき見てていいなと思ってたんがあれあった何がいいかな普通にエブリデイカシャとかこんばんちゃ僕らのユリイカで初選抜やった子エブリなんか古めの曲歌ったら面白いなってラップタイムラップタイム なんやライブタイムってああ休憩で確かに早く決めないと3000人になってしまうそんなそんなすぐ3000人にならないですよでももう気付いたら2300人っていうことがすごく嬉しい新学期あラブトラップ」とかすごい好きですあそう なななんかなむっちゃなあれなんですよねあのー、皆さんがこう歌ってほしいっていう曲が知らない曲多くて「星空のキャラバン」も昨日実は出てたんですよ。で昨日ちょっと聞いたんですけどまだ覚えられてなくて「ハットリップ」「ラブトリップ」なんですけどね。えちょっとなんか次なんかこう。 そうあれやねんなあのセゾンとかも歌いたいんですけど48さんとかケヤキさんとかの48さんちゃうわちゃうわえって <laughs> そうやねん46さんとかイコールラブさんの曲とかも歌いたいんですけどあバグっていいじゃんバグっていいじゃんみたいなやつやなじゃあちょっと待ってくださいチャロさんまだ はるかなそう、坂道さんのやつ歌いたいむっちゃカラオケで歌うの坂道さんが多い。あとミルキーの曲かなミルキーやって呼び捨てちゃった。え<ー>、んやろう何にしようかなえ、何がいいやろういるよあ、あっ、キャルさん。いてくれてた。 えっとね、1番がじゃあ「ラブトリップで」でちょっとまた今度リクエストの曲ああ「ダンケシェン」とかいいですよね「ワルキじゃあ「ワルキー」昨日歌ったけど「ラブトリップ」うーんと「ハート型ウイルス」にしようかな。 1>, 1番ラブトリップ2番何やったっけワルキー3番がハート型ウイルスですチャロさんよろしいでしょうか <laughs> お願いしますチャロさんに頼りきってるごめんなさいでもすごく助かる <laughs> ちょっと待って。 ままだ書いてはる途中かなちょっと待ちますねその間なんか歌っとこう何がいいかなああれ好き「ニコニコニー」あなたのハートにニコニコニほにゃららほにゃらら矢沢ニコニコかわいいですよね矢沢ニコちゃん好きみかん食べ終わりましたよ よし、じゃあ、投票いきます。チェロさんありがとうございます、いつも。本当に。頼ってばっかりで。本当にすいません。うわ、めっちゃ3番多い。なんなら、今赤いのしかない。あ、次2番来た。うわ、2番も多い。頼られたい。<laughs> なら1。 悩むなぁほんまにああそういうことなまだもうちょっとニオンタン型ウイルスにかかりたいんでニオン型ウイルスかかろうと思ったらなほんまにニオンタン押しじゃないとニオンタンウイルスにはかかれませんよちなみにじゃあ投票を締め切っても大丈夫かな早いってまた言われるかなちょっとみかんでまた喉を潤します <laughs> じゃあ投票を締め切りたいと思います。ん。待って。一と三番、一番と三番がさ、同率やねんけど。これじゃあ一番とに三番一と三、両方とも二曲歌っていいですか？すごいですよね。二曲とも歌います。 えすごこんなことあるんやえっすごくないですかびっくりなあやんなほんまにびっくりしますわーいわ <laughs> ーいうれしいじゃあ最初にあっちからいきますねラブトリップこれさっしーのほんとに好きなんですよねさっしーがいいですよね うん、じゃあ行きたいと思います行 <laughs> きますせーの「僕らの知ってる街はどこへ行ってしまったのだろう」 空き地も丘も消えてた見たことない景色が広がる記憶を修正しながらいつしか大人になってしまった過去か未来か I wanna go ラブトリップ時の彼方へラブトリップ帰ろう胸の奥にしまっていたあの頃泡なでやラブトリップ家はどこにいるラブトリップ会いたいずっと言い忘れたことがあるんだ恋はいつしか会う 書きされてゆくものだけど最初の切なさ覚えてる君と出会った夏の青空の下ちょっとガダガダすぎたごめんなさいありがとう頑張ってやっててやあ,ありがとうございますちょっと最後ガダガダすぎたごめんなさい久しぶりに 歌っちゃ歌ったからえー、ちょっとグズグズすぎて辛いえク、ー、マさんクマさんありがとうクマさんクマさんありがとうちょっとテンション高めで言っとこう落ち込んだ時には本当になんか最初らへんすごいうまく歌えたなとか思ってたのにさあまた発表会の花束ありがとうほんまに嬉しい歌声好き褒め言葉ですねほんまに いやーなんか最後ちょっと音外しすぎてびっくりしたんですけど恋はいつしか上書きされてゆくものだけど最初の切なさ覚えてる君と出会った夏の空の下ですよねちょっと後から歌ったら歌えるのにな。 いやありがとうございます。むっちゃ良かったって。アイドル修行中だからすごい。本当に音がなくて。まあ確かに音だったらね、やっぱまだ歌いやすいんですけど。辛いな。ちょっと辛い。アイドル修行中、もなんか辛いですね。カラオケとかでも、なんかこう、いつもやったら、 いい点数取れんのにその日いい点数取れへんかったすごいショック受けますねマサオさん初見うわ嬉しいありがとうございますうわ嬉しいめっちゃ大阪のおばちゃんみたいでいや嬉しいですありがとうございますうまいわ本当にあハート型ウイルスでそうですねこれでハート型ウイルスぐだぐだやったらほんまにもなんか落ち込むとかじゃないんやけど <laughs> なんかごめんなさいってなりますね じゃあ、ハート型ウイルスうん最高何点最高は95ですね95点が最高かもしれないなんかでもやっぱ毎回練習してるやつはうまくいくかもハードル上げるタイプわっほんまやそういうことなえグダグダやったら視聴者ヘルネわらとかつらい 確かにウイルスはセリフが大事どこやったっけでも2番じゃなかったんどこやったっけどこえはじめはピンどこなかったハートがあったいセリフはアドリブえ待ってえどどこでセリフ入るんやったっけどうこもう手につかないくらいえっ、ー、と ニュータウンウイルスに予防しておこうえちょっと待ってどこにさアドリブ入ってたっけ <laughs> あ絶対ありえないそう思ってたのになんだか私あなたのことが好きみたいですよねえでもちょっとそれ2番の歌詞なんですけどどうしましょうどうしよっかな あじゃあ1番のサビが終わった後にその絶対にありえないから始めますねアドリブちょっと待ってくださいあちょっと待ってえちょっと似ててもいいんやったらアドリブいけるかも。 ちょっと待ってくださいね。チャロさん感染中もう治療できません。日本短文ありえないセリフちょっと考えますね。何がいいやろう。う絶対ちょっとね絶対ありえないは絶対使うね。あ決まりました。 あ、できたよしじゃあこれでいきます <laughs> じゃあきますあちょっと待って緊張するこれでくだガたやったらどうしようほんまにいきます、うん、初めはピンとこなかったちょっと面倒な気がしてた 聞かれることだけ黙ってうなずいたいい人だとは分かったけどまるでタイプじゃなかったからよ仲良くならないつもりだったのにどこでどうしちゃったんだろう私知らぬ間に恋に落ちてたの 何がきっかけだったのか入り口を思い出せないのよハート型ウイルスにやられてしまったみたいどんな注射も聞かないわあなたのことばかり 考えてしまうの何も手につかないくらい絶対ありえない DD でもそんなみんなでも大好き <laughs> どうですか <laughs> 恥ずかしい終わりやな辛い辛い 辛いし恥ずかしいあ、くかさん初コメありがとうございますよき感染者いっぱい <laughs> 感染者いっぱいおっちゃん嬉しいけど恥ずかしい今恥ずかしさがすごい勝ってますねあ、くまさんくまさんありがとうアドリブム最高やったえうまくなかったですかでも意外と 意外とうまかった気がする評価自己評価高めですね DD も大好きって言ったのこれ集まってくるぞえ全言全言撤回っていうのかな全言撤回しよううまかったほんまに嬉しいセリフが最高恥ずかしがるに音たんすきなんかちょっとあれですね意地悪ですね <laughs> お上手頭の回転早いほんまに嬉しい素直に嬉しいですね英語の歌英語の歌歌いたいんですけどあれなんですよなんかこの配信自体が48さんの曲しか歌ってはダメでそういう影響でダメなんですよね実はんラビアンローズ ああいいですよねラビアンローズめっちゃ歌いたいほんまにラビアンローズ歌いたいですあ,あちょっとこんな2800人の方もいてるから韓国語自慢しようほんまにちょっと楽しすぎて晩ご飯たちょっとお腹減ったから食べようかなとか思ってたけどまあいいやこのまま配信続けようと思ってます <laughs> 8時半過ぎてるけど ニオンタンとカラオケ行ってみたいえほんまに行きたいですえ絶対クラムボンさんあれじゃないですか盛り上がるやつ女の子ですからねもちろん <laughs> 過ぎてますねってえそうなんですよえっていうかちょっと待ってくださいなんか私のみかんが晩ご飯 <laughs> 結構ダイエット過酷なダイエットですねみかんだけなんか私の目標で なんか顔出ししてない中では絶対1位になろうっていう決意があってランキング今ちょっとチラって見たらなんと2位にまでなってます嬉しいちょっと嬉しいこの域で頑張りますよ <laughs> そんな感じですねうわもう気付いたらほんまにアンパンマンのフーチかな多分。 絶対そうやんな野望そうですニヨンタンの野望 <laughs> そやな一位の方がすごい嬉しい一位そうですねアンパンマン僕アンアンパンマンどうですか似てますか僕アンパンマン似てない <laughs> む,むっちゃ似てる気がする似てへんかなおしおし <laughs> 気の強さも相手の向きでも実はそんなね強くないですよ65点うわ微妙 <laughs> 70点いったら結構あーあーあーああってなるけど65点まあ普通やな誰でもできるみたいな感じのところではありますね 詰まってるあんこ少なそうま <laughs> ますぎませんん詰まってるあんこ少なそうさやな急が強くはないかもしれない意外と見えっ張りなんですよねすごく強く見せるけど意外と弱いんですよ皆さんだから DD になんてならないで千葉のネズミ感ある確かに <laughs> 千葉のネズミ感ありますね ミッキーの方がうまいと思います多分。うんつぶあんですかこしあんミヨンはこしあん派ですねつぶあんちょっと口もごもごするのがちょっと嫌ですねあれが好きあのー、赤服すごい好きですねお餅とあんこの組み合わせすごい美味しい素晴らしいと思いますあれ赤服 <laughs> ジャムおじさんに中身詰め変えてもらおうか ですねそうしましょう。賢い。<laughs> 72点。ああ、72点。まあ、喜んどきます。72点。あむっちゃ、ざわざわさん。あれや。ぶわーってなってた星がまた。赤服おいしい。うん、赤服確かにおいしい。おいしいですよね。本当においしい、赤服。赤服おいしいわー。 しる初んやのにうれしいなニオンタウイルスに感染させようあは僕ミッフィー可愛くないななんかこう僕ミッフィーミッフィーも見ますよ私暇な時あのう歌が好きですミッフィーミッフィーミッフィーちゃんみんなであそぼ可愛い,いよな あんこは私の敵あ私のお母さんと妹もあんこ食べれないんですよね苦手らしいまあでも私もそんなこう甘いもんとかがめっちゃ好きかって言われたらあんまそんなことでもないかもえっ八橋おいしくなくないですかこんなん言っていいんかなあんまり好きじゃないですね <laughs> アニオン的八橋おすすめはチョコバナナ味ですおいしい チョコバナナ歌うニオンタんがかわいいあほんまや嬉しいっていうか気づいたらほんまにあれやねんけど3,000人っていうの嬉しいありがとうございますさっき2曲歌ったらこんな増えたイエイミッフィーだったら100点取れるんじゃないえミッフィーってどんな喋り方するっけ ってしゃべり方な気がするなんかあれナレーターの方がなんか大きい感じあんまりイメージないな羊のショーンとかお猿のジョージとかも好きですね土曜日の朝はそれ見ますね八橋「返せぬ」って書いてあるのかななんて読むんやろ 名古屋には小倉トーストってあんこいっぱいのものがえでもなんかそのトースト美味しそうえ硬いやつ走ってあれやんな多分瓦焼きみたいな感じでさすごい硬いやつやんなわかるえめっちゃあれはほんまに美味しいと思う抹茶味とかもあるんですよ3000人早いほんまに早いですね <laughs> また歌歌おを。 3000人早いほんまに早いチョコバナナとかえっそうですよむっちゃ面白い味いっぱいあるんですよ何が悪いんやろうなラムネ味とかもあるしあと何が面白いやつであるかなえでもほんまにいっぱいあります味が SKE 公演配信公演配信あれかなさっきまでしてたんですかねチェロさん <laughs> 山本くんさっき眠たいって言ってたもんな おは,おはよう。おはよう。ニオンの声で起きれるってことはもうありやな、ね、多分。嬉しいですね。嬉しいで、嬉しいですねじゃないわ。嬉しいでしょうやんな。硬いやつ、じいちゃん食べて歯折れた。えおじいちゃん大丈夫やば, <laughs> やばいと思います。やばいと思います。ラムネ味。 ラムネ味は意外と食べやすいと思うあんまりあんこあんこしてないからあんまりあれかも「DD も大好き」ってさっき歌ったから人増えたんやなえいややっぱダメですよやっぱ私のニオンニオンタン配信はもう DD 禁止令なんで DD <laughs> ちょっとダメですよやっぱり DD は良くないよ D.D. はよくない、本当によくないですよ。D.D. よくないの知ってましたか？山本さん遅いよ、ほんまに遅いよやんな。投票終わった時ぐらいから寝てた。えそれってニオンが一番さこう緊張する時ぐらいに寝るってひどくない？蔵 <laughs> さん。 おようございますああクラムボンさんってことかな心配するから DD しない偉いですねーさすがツナさんさすがーそうですねもう3,000人やし嬉しいな嬉しいな8番の方27ちょっと なんかこの女の子2人の11位と13位の子のまこちゃんとラルーちゃんがすごいかわいい服が <laughs>。あれ今コメント来てるけど遅いんかな。可愛い,い子は押したくなるって書いてあるのかななんやろ ニオンたん握手会の時に別の列並んでたら怒られるやつやあ絶対言いますね可愛い子はいじりたくなるいや嬉しいクラムボンさんあれやのなんか男っぽいかっこいい性格ですね多分な私ニオンと仲良くなると思うなれると思うニオンと仲良くなれるタイプですねうん 意外と順位がキープできてるのが怖いほんとですよねほんまに皆さんいっぱいの方が見に来てくれてるので嬉しいですほんまに嬉しい洋服とかはどこで買ってるんですか大阪京都東京秘密です <laughs> 秘密です内緒なんか言っていいんか分からんから内緒にしとこう怒らないけど口きかないよね あー確かにツナさんどうしたん何みたいなさっき○○ちゃんとこう握手言ってたよなみたいな感じやと思う <laughs> <laughs> 私服が気になるあ何イジリー・田？あれやんベロ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 ボーってする人やイジリー・オ <laughs> パンツのイメージがあるイジリー・田？私服が気になる私服か ちょっっと待てくださいねなるなる7の部屋関西の子そうです関西です京都出身です秘密ですいいね今日の服装ちょっと待ってくださいね女たらしって言われるえっやんなぁダサいのか人違いえっほんまに多分でもダサいの好きはちょっとやばいけどセーラー服ではないですよちなみに え何どんな服着るやろうえでも割となんか友達とかには「みオんたんの服かわいい」とかって言われますよ <laughs> 割とよく言われますなんか量産系じゃなくて割とあれかもあのー、そうですね何 ニオンタンが一番じゃなかったら戻ってこないよというあほんまにそうですねそんな感じ量産系。うんあカムカバーさんやアブ,リアブリカルビさんスカート派パンツ派スカート派ですね量産系ワンピースを二次審査の時には来ました可愛いい子がダサっ かったらなんか好きどますって書いてあるのかなあでも確かになんかえあでもなんかこうどっちやろおしゃれすぎるなんかななんやろなんやろうなちょっとみんなには「えその服かわいいの?」って言われるような服は確かに着るかもしれへんなんか変ななんか絵が描いた T シャツとか好きなんですよねなんか田園少女わかりますか田園少女の T シャツを夏は着てましたオタクっぽいやつかわいいでもああいうの <laughs> 合格配信の私服え嬉しいできたら嬉しいですねその時にぜひダサいかダサくないか決めてくださいこっちが昼ムあおしゃれすぎるとクラムボンさん分かるうわっ そういう方多いんやワ,ンワンピーワンピーいいですよね同志がいた <laughs> 私服へのこだわりはないいやかなり強い方ですね服強いですね分かる西野七瀬ああそうなあちゃんが着てたドラマのやつの影響もあるかもギャップあるといいねまあでもいろんな服着ますよかっこいいのも着るし 可愛いのも着るって感じですかね <laughs> でも最近なんか夏とかは割とクールなやつ着たくなって冬とかはなんか割とどちらかといえば可愛い女の子っぽいのが着,きた,く着たくなるあっププチジさんカウントありがとうございます <laughs> たまにカウントに気づけない時があるあー見てみたいイラストいいですよねあかカンナさんや。 カンナさん前回見てくれてたんやけどコメントくれてへんかった気がするコメントちょうだいよ気づかなかったです2回はなんか2回2回見てくれてるって閲覧スみたいな感じのやつ書いてあったからあれみたいなカンナさん2回目来てくれてるやんと思って女の子が冬にもふもふになるの好きえめっちゃ可愛いいですよねほんまにそれ狙ってます実はニオンも ジェラピケ。ほんまに可愛い,い。アンセムさん。こんばんは。可愛い,い声ですね。うわ。なるなるさん、花束あり,ばありがとうございます。嬉しい。10個ももらったら、もう両手がもう持ちきれへんくらい花束になりますね。<laughs> ありがとうございます。なるなるさん。 ジェラピケほんまにジェラピケのパジャマほんまにかわいいと思う,もうザ男ウケって感じのパジャマですねパジャマ配信ぜひジェラピケパジャマかなり買えますよほんとにあっ52音完了ありがとうパぷジジさん任務お疲れ様ですありがとうございます <laughs> あ多分ザコティアンさん帰ってきてるなこれはさてはさては なんか改めてギフト見るとタカさん半端ねですよねくまさんくまさんいっぱいくれるんですよ嬉しいありがとうございますくまさんくまさんとツナさんの花束シリーズとなるなるさんですかねあとはんにオンタンの好きなこと得意なこと好きなことは 使うことかな？何が好きだろう？ダンスとか踊るの好きですね。でも見よう見真似。見まね。でこう。得意なことはアフリカルビアフリカルビアフリカルビです。<laughs> これ。これですね。ska になったらファンからかなりの確率でプレゼントえむっちゃ嬉しい。ジェラピケ買ったらさすごいお金が出ていきません。さよならお金ちゃんって感じ。 一気になくなりますほんまに高い安くしてほしい <laughs> お金ないから投げられんまぁ、あ、でもそれはちょっと無理しないでくださいあれですよだって私と同い年の女の子やからコメントくれるだけで嬉しいダンス好きなんやダンス好きですよダンスが好きな曲最近覚えたやつはそのラビアンローズってやつやけど あとは今覚えてんのはあれかな乃木坂の帰り道はと寄り道遠回りしたくなるかな熊15個ほんまにいっぱいくれてますよね。熊さんいっぱいほんまにあるもん。モンブランもくれたし。たかさんたかさんちゃうわ。熊さん熊さんありがとうや。 得意なこと DD 退治やろ確かに DD 退治も得意に入りますねダンスできなさそうなイメージえっ、ー、ほんまにえでもなんか習ってるわけじゃないからこう見せるほどのやつではないかもしれんうんダンスしてんのでもほんまに割と多分ちゃんと習ったらほんまに私才能あるんちゃうかなって実は思ってたりします 退治されかけたえ退治されかけたってどういうこと完全に退治してますよちなみに DD 退治計画進行中ですからねまだ <laughs> 学校のダンス授業ではどんな感じの曲ああ今は「Shape of You」ですねあのー、歌ったらあかんからあれやけど洋楽ですね「Shape of You」をかっこよく踊ってますね でなんかクラスの女の子たちからあのー、あれです「むっちゃニオンタン可愛い,いとか「ほんまにうまい」みたいなあと先生とかにもよくピックアップしてもらって踊りますねダンス意外とと強いところなんですよダンスの先生が有名なのかなダンス強いいらしい 星は投げらられないからごめんね全然ですよ全然ですよってちょっと私のキャラがあかんわ星集めてきてくださいって言わないとダメ <laughs> <嘘>です <laughs> あなたもありがとうございますねわろえってあ STU さんのあれやむっちゃ STU 押してるなと思ってた人や福田かり2回目ぐらいですよね多分コメント来れるのが多分今回で2回目の配信かなこんばんは えやんなやんなアイズワン決まったやんなほんまにアイズワンほんまに決まっためっちゃ嬉しかった教師ってツイッターかなのなんかトップで一番上乗ったって「アイズワン日本出るん?」と思ってわーと思った見ながら振り付け覚えられるの48グループあそうなんでもなんか確かに でもなんか AKB さんとか48グループとか46さんとかで何がすごいってすごいみんな足細いしこうなんか足綺麗やなってもうすごい思います <laughs> クラスでも人気者そんなことないかもしれん身長いくつ1 5 5ンチですね1 5 5ンチやでコメント全部読んでるのさすがだすね さすがすね <laughs> かわいい期待できますねキャラキャラえ違うやんそうなんか変なキャラになってるやんわかるやろ言いたいこと <laughs> こんばんは忠則ジョニーさんパンダが2匹に増えた2匹チャロさんとジョニーさん初見こんばんは幕張メッセージのゲリラライブへえゲリラライブ 良かったですかクラゲさんニオンたなしも綺麗なんやろいやーそんなこともないと思う多分ニオンタもう細いな細いようや適当見たことあるんかツナさんはほんまに <laughs> 小さいのいいなほんまに小さいえほんまにニオン167とか欲しいもん <laughs> 167キム何だ、ね、っけウォニョンちゃんウォニョンちゃん クマさんクマさんクマさんくまさんありがとうツッコミが楽しいえうウータさん初コメありがとうございますほんまにがかわいいいっぱいじゃあほんまに使っていこうほんまにほんまにほんまに <laughs> え百166あんのめっちゃいいじゃないですかクラムボンさんえ分けてほしい 1 0ンチぐらいください <laughs> 何度も言うけど大きくならないで大きくならないでそんなこと言ってもに今日 7, あ7回は思ったな <laughs> 4回目ぐらいミルキー似てるって言われるのめっちゃ嬉しいありがとうございますちゃんオにょんオにょんちゃんオにょんなん知らんかった キムウォニョンやと思っててんけど <laughs> イビフリアさん小さい頃におやつに煮干し食べてたら伸びたでえー、おかしいなえニオンはあれやねんけどあのー、何だっけアーモンド小魚アーモンドみたいなやつあるやんかわかる小魚アーモンドみたいな小学校の給食でも意外とたまに出てくるやつ あれほんまに好きであれ結構食べてたから身長伸びるはずやしちりめんじゃこも好きやしまあ普通に魚あんまり好きじゃないし牛乳も好きじゃないけど頑張って食べててんけどなほんまにミルキーやんミルキー似てるかなそんなミルキーとか似てへんと思ってでもミルキーの方が一億倍可愛いいですよ多分性格も含めてですね よく寝なないいと伸びないもう毎日10時に寝ようかなパタッおやすみなさいもうみんなと一緒に10時になったらもう寝るみたいな <laughs> 今ぐらいが一番いいでしょ今ぐらいいいが一番かなほんまに今ぐらいが一番いいかなどれぐらいがいいんやろいはニヨン四ンをだんだん徐々に好きになっていくよ 嬉しいでも徐々に好きになって徐々に好きになってったらダメもうめっちゃ好きになってください急に一気に好きになってください <laughs> あ待って車乗る時頭ぶつけるよあ分かるかもえっなんかこの「日本の身長で」とかじゃなくてタクシーあるじゃないですかあのー、タクシーのあそこの乗る時に こうバーンって頭ぶつけるぶつけるのすっごい多いんですよほんまに多い、まあ、タクシーちょっとのなんか乗らなあかんってなった時とかほんまにガーンって頭すぐ打つしえ痛い痛いと思ってもうそれをほとんど毎回タクシー乗ったらしちゃうんですよねあんまタクシー乗らんけど <laughs> そしたらいつもタクシーの運転手さんに「ニオンタン大丈夫ですか?」って「大丈夫ですか?」って「お客さん大丈夫ですか?」ってめっちゃ聞かれますね 気をつけてくださいって言われます <laughs>。そう。っていうか、みかんなくなったから、水で水分補給しな。わ。みかん食べきった、え、違うで、違うで。みかんさ、なんか何個も食べてるんじゃなくてさ。 あれ一房を一つのみかんをこう1房ずつ食べててんでだから実際一個しか食べてへんでちなみにみんなが言うほど肌が黄色くなるほど食べてません <laughs> 次はどじっ子キャラせやな次はどじっ子キャラで攻めますねじゃあとかって <laughs> そりゃ言うわなほんまにでもほんまに頭痛くなりますもう頭クラクラーってする。 タクシーの運転手がニオに音探って言ったら驚きますね、確かに。金、お食事なのにもっと肌黄ばむで。え、あれやねんけど、これ以上肌黄ばんだらもう落ち込みますね。普通に辛い。わいわみかん一口だの、え、そういう人いてますよね、絶対。ニオンがこう口に食べたらさ、こ口からピューって多分。 出ちゃう知 <laughs> るがトマトとかでも何かなんのにさそれ3つぐらい食べたかと思った食べてませんよそんなにでも配信が終わった後に一つ食べようかなとか思ってたりした <laughs> そんな感じですね気づいたらもう3900人もい見てくださってる一口が美味しいええー、うっそ 一口が美味しいってちょっとおかしくないですかそれ。一口が美味しい。えみかん一口で食べて美味しい。味はうもんでしょみかんは。<laughs> ニオンの食べ方はこうわかりますかこうなんか最近はようやくその糸の繊維みたいな白いやつ皮っていうかな白いやつ食べれるようになったけどついこの間までそういうのほんまにえってあれを一つ。 そのなんか繊維みたいなやつをこう取ってからちゃんと食べてましたね一口で食べると口の中で弾けるジューシー感がいいえっ、ー、嘘全然分からへんねんけどどういうところ <laughs> 神経質やってあ STU さんさっきも「こんばんは」って言ってんけど絶対この方 DD ですよ皆さんどうします ?DDDD DD がいてます <laughs> 逮捕してくださいおまわりさんん神経質かツナ <laughs> さんと気が合う気がするこういうの面白いですよねこう何て言うんですか聞いてくださってる皆さんの間でもこう喋ってんの面白いですよねなんかこう何て言うんですか パンって言ったら美味しおかしいけどそんな感じですねそうルームでのワキオンやい感がすごいいい感じ好きです私的にもすごい好きこうコメント読んでて楽しいですね DD じゃないですって DD <laughs> 狩りそう DD に厳しいですよやーい DDDD <laughs> 突き放す本当に ああ、箱押しってことね。DD じゃない、DD じゃないです、らしいですよ。あれ、ピピッとなっちゃった。えっ、ー、と、え、なるなるさん DD なんですか、ちょっと、あかんやん。DD あかんで。なるなるさん、DD、ダメですよ。ほんまに。やから、この猫も悪そうな顔してるんか。 そういうことか。ああ、推しが卒業したんですね。誰がちなみに推しやったんやろ。<laughs> あいいですね。DD やとニオンに食べられるっていうのかわいいですね。そうしよう。DD だとニオンが食べちゃいますよ、皆さんのこと。進撃の巨人のみたいな感じかな。ニオンのイメージ。バクって。 なるちゃん ?BD に厳しすぎる。なるちゃんって誰やろうなるちゃん。なるちゃんって言ったらさあれやわ。アニメの。ええー、知らないですね。市のなるみちゃんかなちょっとまた調べてみますね。ちょっとスクショ取って。あと <laughs> で調べよう。 イメージ怖い <laughs> イメージ怖すぎるほんまに?「進撃の巨人の巨人」可愛い,いじゃないですかそうイオンたんの子にシリが反応しはる <laughs> 待って待ってそれでは聞いてください「DD ペロリ」<laughs> めっちゃ面白いしみじみしみじみしみじみ しみじみじなんやろしみじみって <laughs> ペロルな <laughs> ツッコミが的確な方が多いですねは、初の4,000人突破ですね幸せですねこれは昨日の大体1,000人多いですね1時間で2,000人もの方が見てくれてる感じになります 嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。ありがとうございます。本当に。毎回コメントくれる方もこう初見で見てくれる方もすごいコメントがたくさん増えて嬉しいですね。こう配信してて楽しい。祝祝 いや嬉しいな。これさ、本当にすごいと思うのがさ。ね。嬉しいやちょっとあえて言わんでおくけど。嬉しいですね。ハッピーです。ハッピー。わーいって感じ。わーい。<laughs> あ、やっちゃったか。作れかなんて。嬉しいな。ほんまに。クラムボンさん。そうやね。 ニオンの配信面白いですからねトップジジさんニオンさんん顔出し塗ってはないの顔出ししたいんですけどなんかちょっとまたこれ事情話したら暗くなるのが嫌だからあんまりあれなんですけどなんかでもそうですねいろいろこう自分なりに考えて出した結果が顔出ししずにこう頑張ろうと思って。 そんな感じですねじじじじさんあ、なるさんたこありがとうございます大阪名物のたこ焼きに入れてあ、はいはい、いらっしゃいはいあ、ソースは何にしますか醤油ポン酢あ、はい醤油ですねあ、ソースですねかつお節と青のりはかけても大丈夫ですかはい ーツ上がりーどうですか <laughs> ちょっとやってみたかっただけなんですけど <laughs> ほんまにトーク力かなりだと思う嬉しいですね。ジジガンンするニオンタンスコそれでは聞いてください。タコがいっぱい。<laughs> タコタコ。そっかオッケー期待しとこ。ありがとうございます。 部屋が和風だだかかかかららととどういうこと部屋が和風和風だからとかツナさんちょっと分かんないんですけどそれでは聞いてください。ニオンタンで「へいいらっしゃい」<laughs> さっきは何だっっけ?「DD ペロリア」<laughs> 覚えとこうさすが関西人。 ああそういうことね。え、部屋が和風とかじゃないで。え、普通に逆に和室とかでやってみたいけどな。面白そうじゃないですか、和室とかやっと。店員さん、赤石焼きはないですかああ、そうですね。当店では扱っておりません。取り扱っておりませんかな。取り扱いしておりませんかな。顔出しできない理由。あそういうことね。 新曲めっちゃ出すやんそれでもうデビューシングルが「DD ペロリ」であれやでセカンドシングルがなんだっけ「タコがいっぱい <laughs>」どんな癖の強いアイドルなんて感じのシングルですけどね「川崎マヨ」じゃなくて「岡本マヨ」じゃなくて「マヨネーズかけてね」ああいいね 面白い <laughs> マヨネーズかけてね川崎真代さんも岡本真代さんもあんまり分からんけど顔で勝負しないのがなかなかすごい嬉しいトーク力店員さんニオンタン一つくださいはいニオンタンですねそうですね DD やめてくれるんだったらちょっとお届けしようかなと思ってますねはい <laughs> 企ものだよねそうだよねそうですゆうじさん赤石じゃないの赤石焼きって言わんの赤石やと思っとったんやけど <laughs> 赤石って読まんのかな読まへんのかななんか今なんでこんななまってたんやろ読まんのかなやって読まへんのかな あかしあ、そうなんあい、かいやかいやあかし焼きえ、そうなんあか石焼きやと思ってた <laughs> 赤石やあか石焼きやと思ってたんやけどあ、そうなんや、あかし焼きなんあ、ほんまやな 京都弁かわい無理ありがとううわ DD はやめられない止まらないそれカッパエビセンやカッパエビセンはやめられやめられへんくて止まれへんくてもせ <laughs> やな DD はやめましょうクラボンさんクラムボンクラボンやってクラムボンさんえっ明石って地名なんや <laughs> ジョニーさん明石家様あそういうことな なるほどな。サマラスさん、DD じゃないんでお願いします。そうですね。配達予定日は、そうですね。明日の午前12時頃にしますね。はい。よろしくお願いしますね。意外とアホやんな、絶対。DD って何人からせやなせやな何にしよう。 DD って何人から、DD、って何人からやろいやもちろん単押しでしょ <laughs> 当たり前じゃないですか単押しでしょはいゆうじさんカウントあカウントダウン TV」のご覧の皆様こんばんはって感じじゃないカウントダウン TV もたまに見ますね24単です 1DD ペロリ2 ファーストシングル「DD ペロリ」セカンドシングル「タコがいっぱい」3番「へいらっしゃい」<laughs> そうですよ「ハッシニオンタンが1番なんで何ですよねでもね DD じゃないと s k y o t は務まらないよドヤそこドヤ顔するとこじゃないんですけど。 <laughs> いきなりアルバム出せるやんほんまやん3曲もあったら確かに出せんのかなどうなんやろそれでは聞いてください「2音単でもちろん単押し2音押し」えむっちゃかわいいそれもしほんまにシングルとか出すんやったらそんなん出してみたい。 ニオンタンでももちろんタン押し二ン押し可愛い,いですねフォースシングルに入れましょうそれ <laughs> あくまさんくまさんありがとう本当にいっぱいギフトがありがとうございますスペシャルギフトがええやろええー、ですねええー、ですねいいねそれなんやろ 何が良かったんやろ何が良かったんほしいデラックスみたいな感じかなアイスクリームや。何歳 ?17 歳高校3年生です。今日めっちゃあれですね。テンション高め配信。<laughs> 何何高さんあそういうことくまさんくまさんありがとうのやつか。 そういうことだねそれでは聞いてください DD クイーンズで絶滅タンしオタク <laughs> なん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  DD クイーンズって絶滅タンしオタク <laughs> いいですねそれ大学行くせやなせやな秘密秘密です あまり来れないけどフォローしてもいいですかななるなるさんフォローしてくださいあーでも DD やめてくださいねなるなるさん <laughs> あ DD じゃない方限定ですって言ったらあかんわ閲覧人数が減りそうに <laughs> オンと同じ学校やったら仲良くなれそうこれラムもぼんさんえでもほんまにでもなんか面白い結構サバサバした感じの子とかアイドル好きなオタクの子とか好きやしすごい多分仲良くなれてると思う 仲良くなれますよそうですねほんまにもう4300人も見てくださっててオンはハッピーですねあまなかさんはじめましてあめっちゃなんか初めての方がコメントしてくれてる B 須田あかりさん推しヤっほー こんんばはこんばんは,こんばんは <laughs> なんか4,000人もの方に見てもらったの初めてだから改めて自己紹介しようかなまあみんな知ってるかいや知らんやろエントリーナンバー24番何やったっけニックネームがニオンタンですちょっとんかコメントがさ面白すぎてこ 自己紹介なんかしてる暇なさすぎてどうしよう <laughs> え京都弁より関西弁あ京都弁があんまり2音分からんかもしれん学校でおく隠してるえっそうなんですか大喜利こんな DD 大喜利こんな DD は嫌だ答え D あっどういうこと DD の自覚ゼロの DD <laughs> 大喜利こんな DD は嫌だ答え DD の自宅自覚ゼロの DD あなるほどね <laughs> うまいですねゆうじさん星集めと聞いとくの両方できないあーそっかあ浮気をちょっと許します <laughs> 星集めてきてくださいって言っとこ 私も関西住みで高校3年生あ同期ですね真中さん同期って言ったらなんか仕事やってる子みたいな同い年ですね一人乗りツッコミ <laughs> 得意なんですね一人乗りツッコミ好きなメンバーは卒業しちゃったけど松井玲奈さんですね真中さんも同級生ほんまやな3人 3人チームグループでいきましょうか。星デラックスさん、京都市内、秘密です。<laughs> 星さんに、むっちゃ秘密ですって言ってる気がする。そんなことないか。許可制、そうですよ。許しですね。お許しじゃないと、がないと、禁止です。はい。お許しが与えられた。今日、いい肉、え 食べてへん食べてない食べたい牛タン食べたいです君のハートにズッキュンラブドッキュンって可愛くない秘密あ山本君や星集め終わったらちゃんと帰ってきます帰ってきます <laughs> 帰ってきてくださいね約束やで れしなら仲,な仲良くなれそうやふッふッふッう <laughs> <laughs> ん昨日ぶりに来たよあほんまやん昨日なんかランキング言った時に s k y k i s なんかあれやんねんけどあれやんねんけどニックネームつけ,らつけにくいって言ってた人やおかえりなさい久しぶりですね あたりをちゃんと毎回やってくれる庭犬さんがおる <laughs> 星フフフさん心開いて心開いて開けないうんれなちゃん知ってるのにナルちゃん知らんとはけしからんな怒られた DD の方に怒られるとほんまにうんやっと目が覚めてきたほんまに山本君さなんかこう 眠たいって言ってパッて出てきてあれコメントなくなったなと思ったまだパッて出てくる <laughs> やっぱいいなこの子ありがとうございますちょっとなニックネームつけよう SKE i d s 何がいいかななんとなくアバター的に何やろ何しようかな と考えられへんねやっぱり <laughs> ちょっとなんかニックネームつけにくいですねニオンタンのとこは本当にとこ本当はほつ星集めに来たけどもう出られへんあさすがやなクラムボンクラムボンもう呼び捨てお同い年って知ったからクラムボン <laughs> 声がかわいすぎありがとうまなかさんニオタンビームやっとこうそうしますね皆さん いきますよー。にオたんビーム <laughs> 恥ずかしい。適当にじじいでいいよ。あ、じゃあ。あ,あわーってめっちゃきた。わーわーって。<laughs> かわいいやられたわー <laughs> わーがいっぱい来るわーが。<laughs> やられた。からのーえっなんなんからのってなんなんニュータンあズッキュンえちょっと。からのってなんなんズッキュンのことかな合ってるえなんやったっけえからのむっちゃくるんやけどなんなんええ 怖い怖い怖い何やったっけズッキュンやんなあなたのハートにズッキュンあとあれやんなそういう自己紹介のメンバーがいるキッズなのにジジイ <laughs> ほんまにクラム版面白いなそういう自己紹介やんなやんなえそれテロさんそれは分かってるんやで

あーニオンタんボってことかな DD 許さへんで何がいいやろ星ないって何なん,なん星がちょっと読めないヨコニャンの自己紹介何なん,なんヨコニャンって何なんって言ったらあれやなヨコニャンの自己紹介彼のシャチホコちょっと待って意味分からんことが多すぎて 北川あいのちゃんいやーちょっと分からへんのがごめんなさいすいません <laughs> 北川あいのちゃんって読むんかなシャチホコなんか NMB の子とかやったら分かるかもねえなんかみるるんのやつも可愛かったですよねあれ覚えられへん北川よしのちゃんすいません好きへんの先輩ちょっとお勉強中なんでまた調べてきますねちょっと書いとこ北川 吉野先輩吉野もう先輩って呼んだ子北川吉野先輩もう名前からして可愛いのが伝わってきますねこのノーの字好きなんですよねチーム S のメンバー勉強してきます北川がは吉野先輩吉野先輩名前が可愛い なんか愛とか可愛いですよね名前に入ってる羨ましいよほんまに可愛い名前いいなもう気づいた悪じはんえすごいほんまに今自分でもびっくりしてるけどすごいん ?DD をほにゃららしつつ何て書いたんやろ他のグループのキャッチフレーズ をやるんかーい。あ、D.J. 横につつとかかな。<laughs> そうですよ。うん？あ、そういうこと？オーディションルームが四十五番だったから横に。うんー。あ、私が同級生ってことかな？横にはも同級生。 えー、そうなんですねうあもんうんも 4, 人しかももうんうんうんもんうん時半うていうことに驚きですね嬉しいなんうんう 昨日よりアクセスかなり増えてる本当ですよね昨日よりアクセスかなり増えましたよね本当に増えてるのがびっくりですね嬉しいです目指せ顔出ししてないグループナンバーワンですよ <laughs> ske <laughs> は詳しいのうんー、詳しくなくて今お勉強中ですねでもなんかこういろいろオーディションを受ける前になんかこういろいろ調べます ske について 調べましたなんかいろいろ次にできたグループなんですね AKB さんの待って待ってなるなるちゃんほんまにごはんちゃんの配信始まるからバイバイやってやっぱ DD おったここにあかんわほんまもうあかんでほんまに ごはんちゃんってさ、あれちゃう ?5 番の子じゃないやんな、多分、リオンの推しの子やわ <laughs>。任せろ、教えたる。カンナさん、ありがとうございます。教えてください。ほんとに。ねえねえ。星いっぱいありがとうございます。他の配信、行く宣伝とか、ほんまに。 それやねんけどどうしよう。ちょ、なるなるさんのことちょっとあれやわ。しばらくもほんまに、あ、せや、DD やったな。そや、なる,なるさんは DD なんやったわ。もう、ニオンは知れません。もう手に負えない。<laughs> DD を見たらダメだよ。単語しの Y を見て、心、静めて。 <laughs> そうしますね心を落ち着かせます <laughs> いつも心にピースあなたと心ににニんたんピースできてんのかなこんなんなんかな分からへんここは DJDD ホイホイほんまにゴキブリホイホイみたいにほんまにそうするで。 <laughs> 間が疑われてるニホンタンしか見えないほんとにほん心静むアバター食パンだから心静まるニホンタンピースニホンタンピースほんまにちょっと待ってだから DD だから SKE が好きなんよバーイチャーって言って帰らはるんですけど。 もうなるなるさんあかんわほんまにかわいいねこのアバターしてんのになあ <laughs> あなるなるさんクマさんありがとうございますほんまにほんまになるなるさんクマさんクマさんありがとうあ違うわなるなるさんクマありがとうや 他の1年で京都観光20日ぐらいえほんまに ?20 日間って言った方がいいんかな多分20日間も行ったんですかえそんな行くんですねクラゲさん京都弁いいですわほんまに何何リーディー相手にくき引きが大事あそうなの どうやって気引きしたらうまくいいんですか。うまくなるあのディディやめてくれるんですかね。ディディやめてくれどうやったらディディやめてくれるんかな。ん？小池みなみちゃん？小池みなみちゃん。ああえ待って待ってむっちゃこのバスルームトラベルむっちゃ好きなんですよ。小,小池みなみちゃんの。 可愛いですよね本当にやっぱり関西弁親近感湧くねまなかさん SKE の握手会で待ってますから浮気したら許さへんでなるなるさん d ーさんからのクマとかすごいえっそうなんですか嬉しい嬉しいけど浮気はやっぱり許せへん <laughs> ななにに東京メガネさん s k 谷、なに d DDD DD ほにゃららは難しいっちうもんとりあえず DD をやめられないってことを伝えたいんですよねほんまにほんまにちょっと待って DD 多すぎやんなああかんわほんましかも東京メガネさん初コメやのに DD 治らへんみたいなこと言われるし じじいさん。ふふふふ。ディはやめられへん。常に一押し、常におしまし。ほんまにおしましなんかしたらあかん。朝マックさんえ。えうさぎがかわいい。釣り師ですか釣られたいです。朝マックさん。好きですよ。釣れてんのかな、これで。チョロおたえと釣れてるわって。なんや。クランボン。リディさん。わ。 マッキーやから治らん、クランボンクランボンえそうなん ?DD はマッキーやから治らへんの、ね、DD じゃない人って土のこと同じくらいですえめっちゃ難しいやんめっちゃ珍しいやん難しいって何やそりゃほんまに珍しいあっクラゲさんお菓子ありデザートありがとうございますアイスクリームありがとう お休み前のアイスクリームあれですよ太りますよ顔むくみます明日の朝何 ?SDE は DD で持ってるからね SKE かな ?DD で持ってるあそういうことね発行しポンさん初コメありがとうございます DD を手のひらで転がすのだあそういうことああなるほどね常に すでに釣られてます七島フさんあ七島0さんたくさんの人を単ししてるだけそれがかんのや <laughs> 声で一ちご一いちやったでほんまに土のこと一緒とかなあィ DD 人のいいところを見つけられる人あ確かにそういう言い方したらすごい DD の方が素敵な方やなって思えるけど でも浮気もんですよねほんまに浮気も浮気はあかん土の子探しています <laughs> 頑張って探してくださいお見事です釣り上げ完了釣り上げ朝マックさんちょろおたですねさてはじじいさんあかんのや あかんのやあかんねんで浮気はアかんのやいいね <laughs> ほんまにでもなあひどくないでもちょっと思わんだって嫌あるそんなあ待ってミンツさんやこんばんはいやいやすべてのメンバーに真剣ですえ待って すべてのメンバーに真剣でもさ、嫌や,やんな。リオンだけを見てほしいね。もうわかるよ。リオンだけを見てほしい。<laughs> ほんまに。加速してる。その束縛、嫉妬度。箱押しは。でも確かに、なんやろ。箱押し、なんて言うんやろうな。箱押しはだってさ、 グループ自体のことでも好きでいてくれるのってすごい嬉しいけど SKE のグループの中でとか誰どっかのグループの中で好きなアイドル誰ですかって言われた時にイオンターンって言ってくれるのがやっぱ嬉しいですよねそういうことだまとめて撮るあいいですねそれダメだと言われてたることダメと言われるとしたくなるお尻ペンペンの毛ですね修学旅行東京行きました あれ何の修学旅行かな高校の時の修学旅行 ?30 人以内にいることが大事ランキングで見られるかあそうなんですねほんまやもう気づいたらもうあと200人ぐらいであれや五5000人やばやだねみおンタンが他の人にニコニコしてたらやそうでしょ,いやでしょ そうやんほら見てみぃ「9033」だってみんないい子だもんうわそんな連ン,ンで浮気発言していいと思ってるんか <laughs> 嫉妬ニオンタンがかわいい顔がこう NG そういうわけじゃないんですけどねあーでもどうなんやろインコのあんまり学校の先生とちゃんと話してないんですね また dd の話こだわるねミンツさんんそうなんですよ違うんですよ。ニオンのそのこのショールーム見に来てくれてる方がもう DD しかいてなくてもうどうしたらいいですかほんまになぁ嫌や,やわにおんたがファンを束縛してくれるってことはファンを頼ってきてるくれきてるってことですねまあそういうことですそういうことにしといてあげましょううん <laughs> MD みんな大好きあ MD はみんな大好きってことなんですね DDD DD d も MD もちょっとあんまりよくない言葉ですねわまたざわざわさんが星いっぱいブワーってやってくれたありがとうございますすごいこのブワーってなるやつブワーってどうやってやってんやろちょっとぴょんぴょんしてる <laughs> 難しいテーマ ですよね悲しい思いさせないようにニオンタン押しようさすがつなさんニオンタンはバラエティタイプになりそうでもバラエティで活躍してる人ってすごいいいなと思います指原莉乃さんを筆頭にオタ <laughs> タイムあれ5,000人超えたの <laughs> なんやなんやにおしんおしの人でも総選挙投票してくれんのえっ ちょっと待ってちょっと待ってゆうジさん。最後のきっとっていうのがダメなんですよ。お歌そうですね、お歌。まあ4000人の時歌ってなかったんでね。歌いたいと思います。そんなことないよ。なんでそんな片言なんですか。<laughs> バラエティー、それ、話うまい。ほんまにトーク力あるってすごい言ってもらえるのすごい嬉しい。 嬉しいです某掲示板で宣伝してきた本当に反応いいのは本当に嬉しいですよね素直に嬉しいですいやもうちょっとで5,000人なんですけどもしかしたらもう5,000なってるとかあるんかな次は何の曲とこのままやと5,000人いけそうやからもう先に曲選んどこうちょっと余裕を <laughs> 声がかわいいと聞いて遊びに来ました。ゆうさん、ありがとうございます。クランブボンさんコンビ、くもーや、コンビ、くもーや。誰と、コン,コン,コン、あ、コンビ、くもーやっていう歌があんのかな ?PC 主張だから、だからよう、あ、そういうこと星がぼわーってなるのがそういうことか。 いい感じ言い訳メイビー <laughs> えっとね「単押しオタ」だとそのメンバーが卒業しちゃったら辛いだけやろ DD ならずっとオタクやで <laughs> 確かに長い時間配信するのもいろんな人が来るから知ってもらえる機会になっていい <laughs> あ君はメロディー歌えますよ」 第一候補じゃあ「君はメロディー」にしよう「君はメロディー」メロディーあまたチャロさんお願いしますねってファンの方を頼っちゃダメなのにファンの方を頼ってしまいます京都弁の女の子には無条件幸福かな僕はポロディー何なんそれ <laughs> そうですね。ラ井ンゆきさん、先輩？京都の先輩。わあ、分かんないですね。うん？今後 S.K.E. の歌、そうですね。そうなんですよ。聞いてください。あれなんですよね。その S.K.E. さんとか皆さんが歌ってほしい曲のリクエストをなんか二回ぐらい聞いて、その私が歌えないところの曲をこう。 あれなんですよえそうなんですねあ意外にマンゴーはもしかしたら歌えるかもしれないちょっと待ってファンは頼られたらうれしいああ阿久津さんいっぱい推しがいると悲しさも増えるでえそうなんですか悲しさあまあやっぱみんなやめちゃうってことかなやめてしまうからあとは 遠距離ポスターあー知らない知らんクラムボン知らんそれはって <laughs> 今度は PC だから大丈夫なんなん PC パソコンってことやんなあそういうことね新井さんは今回初選抜に入ったよあホワイトキーさんやんそうなんですね三0あじゃあ1位が「君はメロディー」で2番が「 365日の紙飛行機にしますね。ユさんいいもあっああれ一緒。あ好きな人なんていい品物。どういうことこんな感じでいいかなあ聞いてください。5000人突破しましたー。<laughs> めっちゃ呼び捨て。ほんまや呼び捨て。そうですよ呼び捨て。 <laughs> 呼び捨て喜,喜んでるかな喜んでんのかな呼び捨てうらやましい <laughs> もう一度言ってあありがとうございます時期的にスケイあちょっと待ってそのクリスマス系の曲いいですよねちょっとそれ練習してきます12月のカンガルーね えー、ちょっとわからない曲が多いです。呼び捨てファンタジーわかんない。ちょっと待って。あと、何が得意かなちょっと、ニオンの得意な曲を少しだけ探します。とりあえず1番が、君はメロディーで、2番が、365日の紙飛行機ですね。両方とも割と歌える曲やな。 クマさんクマさんありがとう本当に気づいたらもう5000人ものの方に見てもらえて嬉しいです本当にありがとうございますニヤニヤしてるわけないやんやって絶対これはニヤニヤしてますねああとはヘビーローテーションにします1番が「君はメロディー」2番「365日の紙飛行機」 3番、ヘビーローテーションですね。チャロさん、お願いします。あ、いいもう一度言って。言いました。あかけどらさん。あー来てくれた。ありがとうございます。ちょうどいいところに。じゃあ、投票を開始したいと思います。だったらーん。はい。その間に私は、 お水を飲みますみかんの水分補給ができひんくなったからお水飲もう, <laughs> うわっんかすごいさボールがいっぱいボワーって飛んでくるすごいこれはやっぱ1分ぐらいやんな45分ぐらいせやんな 衣装の時間、うん、<laughs> なんかほんまにお休み前配信の時間ですねもいつも九時半からしてるからななんか続けて <laughs> な感じですね45分になったら締め切りますうん45分になりました終了しますおー1位「君はメロディー」ですね ああ、そっか。何のアンケートか分かんなかったんですね。うさぎ4。うさぎ4ヒーロー推し。うわ、またおしやん。ディディやん。出た。かけドラさん。あれだったんですよ。1番が君はメロディーで、今からじゃあ歌いたいと思います。ダンダダんじゃあ行きますね。ちょっと待ってください。何やったっけ。君はメロディーやんな。 なんか念のためにの歌詞をやっぱねそうあ歌います歌いますうんじゃあきます <laughs> なんか5,000人ものの人に聞かれてると思ったらなんか怖いわ <laughs> 怖いし恥ずかしいしじゃあきますうん今度は「どうする」じゃなかった行きます 春の魔法に日差しは変わって人も街も明るめに着替えた風に誘われ気づけば知らずに僕は口ずさんでいた遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のフェボリッツソングなぜこの曲が歌うんだのだろう突然に 愛しさはいつもずっと前から準備してるノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ時を越え君はメロディーメロディー懐かしいハーモニーハーモニー 好きだよと言えず抑えていた胸の痛み僕のメロディメロディサビだけを覚えてる若さは切なく輝いた日々が蘇えるよイェーイ <laughs> 恥ずかしいし声枯れてるし恥ずかしいしって感じやな恥ずかしかったですどうでしたかえい <laughs> 拍手がいっぱいほんまになんか最近さこう長時間喋ってるからかしてすごい声が枯れてて恥ずかしいですね <laughs> いい曲いい声はいっぱい来るコメント嬉しい コメントが読み切れしいありがとうございます拍手いっぱい <laughs> ほんまに顔出しじゃないから声や歌で勝負はいいああそうなんですね <laughs> じゃあこれからもこの1,000人ずつの歌やっていこうって言ってる合間にさ もうほんまにお休み配信の時間よしお休み配信にかえおってロップお休み配信さーとそうですじゃあ急にそうですね二音の声からマイナス4放出中放出中 <laughs> 今日は長かったほんまにな今日は長かった長かった長かった歌唱メンバーが少なくなったそうなんですねでも何かなんかやったっけなん YouTube で SKA のやつ見ててなんか歌うまい子が入ってほしいみたいなやつ入っとってたからあそうなんやなってん日が経つにつれて閲覧数が増えていってますねほんとに嬉しいことにもう今日は 4000人昨日は3000人初突破で今日は5000人初突破でした嬉しい皆さんありがとうございますほんまに嬉しい嬉しいななんかちょっとほんまに嬉しいですねもう心からの喜びを今かみしめておりますうんおやすみ前配信おやすみ前配信そうですよ皆さん寝る時間ですよあと10分ですね お休み前配信いいですよねお休み前うんアイドルええー、なーアイドルええー、なえってマーコポンほんまめっちゃうれしいバブミが <laughs> バブミがやって今どきな言葉使われても日本意外と今どきな言葉わからないんですよねちなみにバブみとかあんまり分からんかも しれません <laughs> よーしそれではなんか皆さんが眠たくなるような話をしようかなおやすみ前配信まあでもニオンはまあとりあえずあ浮気者の水ち絵さんが帰ってきましたねパピニオンパピちゃんパピパピさんって呼ぼう今日もたくさん叱られたなそうです イオンの配信は DD 撲滅運動タンのすからない話きっかけの人あーアイドル目指したきっかけの人ってことかな西野七瀬様ですねバブミマザコンのようなニュアンスなんやマザコンのようなニュアンスなんやろ 星者ああ、待てよ。読めんやつ来た。わからん。ふにゃらら者、認知。あれかな撲滅かそう、撲滅やで。関西の人そう、京都出身です。和柄の人。解明って書いてある。ん撲滅されたい。<laughs> あ、浮気者、認知。そうやで、ほんまに。 浮気者認知しますねやっぱりこう多分今日見に来てくれてる方はほんまに他の方のコメントあれですよしてたりしたらあ浮気してるショックってなります <laughs> 女性に母性を求めることあーなるほどそれをボブミバブミっていうのかなショールーム見に来て3日目になりますがすいませんお名前教えてくださいニオンです ニオンタンって呼んでくださいそうですよね見に来てくれてるのにうん?「単押し認知されたい」水ちえさんだってン押しちゃうもんもうバレてますよほんまに <laughs> ツナさん絶滅撲滅少女ゆいにく早口言葉みたい絶滅撲滅少女全然言いやすいわ <laughs> 全然言いやすいけどちょっと言いづらいかな否定が早い今更ですみすみません全然ですよに否定が早い <laughs> 本気があるからなんやろできるあそういうこと否定が早い <laughs> 単押しになれるように頑張りますもうあれやわほんまにえ、待って待って 違うで違うでカンナは DD 許可されたかそういう DD は許可してへんやろ星集めの DD は仕方ないなっていう話やってんけど違うんかニオンタンですね覚えますねあ,ありがとうございます是非ニオンタンウイルスにかかってください私はもう覚えたやろまあせやあもうていうか普通に結構かなりの方覚えてますよ もう全然ざ普通にもなんか今結構かなり一回コメントしてくれた方でも覚えてる方か結構インパクトある方とかやったらすごい普通に全然覚えてますまあクラムボンはもう呼び捨てレベルで覚えてますよシ <laughs> マ <laughs> っくマさんあああれやかわいいあの水の水からニョロニョロって出てくるやつやこれチンチンアナゴかな確か 関西人関西人です。星落としてきちゃう DD も許されます。ああもちろん許されへんに決まってるやろ。インパクトあるなんやろう。変なツッコミとか DD ですって言った方とかかな。もう DDDD DD のかほんまに。あかんわ。ん なんて書ニシキチンアナゴって書いてあるのかな色が確かに黄色って見たことないかもニオンタンは真剣に押したらすごい大事にしてくれそうもちろんギブアンドテイクですよもう当たり前じゃないですか大切にしてくれへんかったらニオンも大切にしないう <laughs> ん呼び捨てレベルにランクアップそうですよクラムボン <laughs> 許されへんでいや違うやんミルチーさん だって水千さん、ほんまに DD やもんだって。なあ、カンナさん、どうしよう。DD しかおらん。<laughs> DD しかおらん。この配信、つらいよ。ブラックリストほんまに DD の方の名前、ブラックリストに入れていこうかな。<laughs> ニオンのブラックリスト。かっこ闇。ギブアンドテイク。ギブアンドギブ。 ギブアンドギブそうで,す、ね、ギブギブでも全然いいですよもちろんギブアンドギブいいですよニオンタンさんの握手会ニオンタンでいいですよ握手会はいつですかせやなーいつしようかなー今から会いに来てくれ来てください <laughs> 今から会いに来て握手しましょう DD どこ DD どこって書いてる方が多分 DD ですねはいケイちゃんさんはじめまして好きやうれしいキュンな告白ええー、でーやってじじいさんじじいさん <laughs> 私単押しやからええほんまに闇 <laughs> DD は5人からと聞いて 違いますよ違いますよ違いますよ DD は何人からえ何人からうん違いますよニオン一人に決まってるじゃないですかねねすいませんあ来てくれるんですね <laughs> すいません DD です知らないですねはい も知りません認知やめよう <laughs> 握手行くお休み前だけど会いに行きます海泳いでくるわちょっと寒いけど風邪ひかないように気をつけてくださいね箱押しという便利な言葉 <laughs> そうです配信終了後10時からスタートしますねあ、ほんまにが聞きたいのほんまにアイドルスキル高い そんななことないとい思うけどな嬉しいですねそう言っていただけるのはんうんえ嘘59分嘘嘘嘘ライブランキングちょっとパパって10位の方まで言います1位高あっクマさんクマさんや2位ザワザワさん3位なるなるさん4位パピニオンさん5位カンナさん6位ニワケンさん7位ヌーさん 8位、つなさん。9位、しずくさん。10位、あ、まこさん、はじめましてですかね。あー。ほんとに。あ、あ、さまこさん、実は京都人。え、むっちゃ最後のコメントが多すぎて、最後埋めるかな。握手会配信お疲れ様でした。ほんとに、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみ配信じゃなく、むっちゃ元気な配信やったけど。 ありがとうございますね。<laughs> そう、ありがとう。ありがとう。おみ。みんなおやすみなさい。おもしするわ。嬉しい。あれですよ。ハッシュタグ2音が一番で拡散お願いしますね。ち <laughs> ゃっかり宣伝しときます。おやすみなさい。あと何秒やろ？ちょっと待って。あと30秒もあるから大丈夫やで。 みんなめっちゃ投げるから上に上がれん大丈夫コメントくれてる方基本認知してるんで欲しない方はコメントいっぱい書き込んでくれたら認知しますクランブボンは覚えてんで10秒やよ,よ,よし5秒やからみんな DD でも大好きやでおやすみなさい